はい、皆さんこんばんは。今日はですね、2017年6月の25です。時間は、8時14分です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。和田です。和田です。どうも。よろしくお願いします。すいません。はいはい。はい、和田つ。音聞こえる？あ、和田つ。こんにちは、こんにちは、こんにちは。はい、和田つ、みんな。あ、テーステーステース。皆さんお元気でよかったです。元気で頑張りましょう。すいません。よいしょ。はい、和田つ、聞こえる？オッケーオッケー。はい、和田つ、みんなおはよう。おはようございます。今日はね、買い物いっぱい行ってきたわ。もう豪遊してきた。豪遊って何を一番に買ってきたんですか？あのね、ジーパン。服高いやつ買って。わあ、それはすごいな。そう、生まれて初めてジーパン高いやつ買ったよ。ジーパン高いとさ、どこがあの素敵に見えるんですか？いや、素敵っていうか、あの一生履けるジーパンって言われてるやつ買った。洗濯しても切れは切れない。まあ、あんまり洗濯しちゃダメなジーパンなんだけど。一生履けるジーパンって洗濯しちゃダメなの？なんかね、洗濯しない方がやっぱ色落ちがしないんだって。俺は洗濯するけど。色落ちしないジーパンで、洗濯はあんまりしない？そうそうそう、洗濯あんましない。それはなんかブランドですか？リーバイスっていうブランド。リーバイス。うん。あのジーパンを作った会社だね。ジーパンを作った会社。もう金使いまくってるよ。おかげさまで稼ぎまくってます。稼ぎまくって金使いまくってる。リーバイス？リーバイス。あ、そりゃすごいな。収入が2倍ぐらいになりそうだね。収入今3倍ぐらいかな。あ、3倍じゃ効かない。4倍ぐらいか。わあ、それすごいな。収入4倍になったよ。そうそう。今のリーバイスの効き目でさらに大幅に上がった。リーバイス高くないか？だってユニクロとかでさ、新品のジーパン5000円で買えるわけじゃん。で、当時さ、やっぱバブルだったんだよ、日本。俺子供の頃リーバイスエドウィン履いてたけど、やっぱ1万2000円とかするわけじゃん。リーバイスいいよね。で、ヴィンテージのやつ買ったの俺は。リーバイス1万2000円。え12000円。俺が買ったやつはもっと高いよ。高いの？うん、3万円ぐらいするやつ買った。ラオさんいらっしゃい。おばちゃん、広いものばっかり着てるけど、やっぱり、少しやったほうがいい。買いに行く今度。ファッションリーバイス。その袋あんじゃん。それ取って、亜生さん。これですか？リーバイス。これ、はい、ありがとう。これ買ったやつなんだけど、やっぱね、リーバイスだわ。あのリーバイスのこれ古いヴィンテージモデルって言って、なんか言うと分かんない。普通新品なんだよこれ。新しいじゃん。新品だけど、このマークのとこがこれ古めかしくていいんですか？そうそうそう、マークが古めかしいっていうよりも、これ一本一本職人さんが手縫いなんだよ。で、あのこの1969年に売られたジーパンなのこれ。その時売れ残ったから。それじゃあ売れ残ってるじゃなくて、それを復刻したやつ。復刻モデルっていう。同じ風に作った。そう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 、そういうやつ。これがそのやっぱね、手作りだから全然違うの。かっこいいぞ。1万2000円の持っていくジーパンです。これは2万7000円かな。2万7000円。素晴らしいジーパン。これ2万7000円しました。一生履けるって。一生履けるわ。そう、ヴィンテージの復刻モデルで2万7000円のやつ。要はもう新品でどれか2本3本買おうと思ったの。で、新品で物持ちいいジーパン全部出してって言って、店員さんに。で、そしたらなんか、もう多分こいつ買わねえだろうなみたいな顔されたんだけど、あの、ジーパンこれめちゃめちゃいいですよって。着るとかそんなに全然思わないけど、それは何なのかな。やっぱね、あの素材がいいんだよね。安い素材。そう、生地触ると分かるんだけど。わあ、ふわふわだ。そう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 。
丈夫なの。あ、丈夫な。俺は黒しか着ない。うん。丈夫なやつ。ヒステリックグラマーいいね。すごいや。だって普通なんか一緒ジーパンじゃないもんね。うん、一緒だ、なんか。アルさんね、タイトなジーンズってこれはあの今さシルエットが細身になってるでしょ、全部のジーパンが。それをそうそうそう 細くなってるじゃんジーパン。それを1969年に開発したのがこのジーパンなの。だから今トレンドになってる細身のジーパンはこれ ここから歴史が始まったの、うん、バカプレゼントありがとう。俺エドウィン苦手なんだよね。だリーバイスのこの606ってやつ。これ発表してよかった。それはすごいや。うん。よかった。そうそうそう。うん。タイトジーンズの先駆けなんだよね、これは。うん。料理の質、まあ、俺は別にあんま服とかこだわりなかったけど、やっぱりその、ね、あの、稼げるようになってきたから、あの、ちょっと投資していきたいなっていうか、うん、子供の頃欲しかったものを手に入れられるようになってきたから、うん、やっぱ夢を叶えていかないともったいないなと思って、うん、こんばんは黒毒さん。バガありがとね。アイテム黒毒さんこんばんは、うん、どうも楽しんでってください。あとその三脚を買った。三脚、三脚ってあの、あのウェブカメラの、うん、何を売ってるんですか。三脚にカメラ、カメラこのパソコンにくっついてるんです。そうそうそう、これを三脚に乗っけるんですか。そう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 、そうすると安定する。三脚持って歩くんですか。うん、短パンは履かないですね。三脚持って歩いてるよ俺いつも。だから軽いやつ、今まで5000円の三脚使ってたんだけど、持って思ったらそれ三脚に乗っけるんですよ。そう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 。みーすけワード2いつもありがとう。こんにちは。うん、いや今来たんだよ。帰ってきて枠開こうかなっていうタイミングで浅井さんが来たから、じゃあ一緒にやろうよっつって。うん、ワド、ワド、こんにちは、こんにちは、こんにちは。へえ、これ、こんにちは。浅井さんだよ、浅井さん。浅井でございます、すいません。浅井さんはどんな関係ですか。お、おばあちゃんです。今日は浅井さんと一緒か。おい、最近。浅井さん有名人だね。え？ホームレスで浅井さんのことを知らない人はモグリだって言われてるぐらい。誰が言った。うん、その中央公園のホームレスが言ってたよ。浅井由紀子知らねえのはモグリだよっつって。モグリだよ。黒ウロンちゃんありがとう。タケちゃんありがとう。うん、そう、それくらい有名人。加工一切ないよ。俺キャブっただけ。あの飯食ってたの。ネギシっていう牛タン食ってたんだけど、そしたらあのリスナーさんから、いや和道さん心霊現象また起きてますよって言われて、で確認したら女の人がバッチリ写ってた。俺のツイッター見てみて。セクシンゴさんとのコラボで女の、あ、超怖かったよ。見た？みんな。俺ほんと鳥肌立ったもん。うわーってなったもん。バッチリ写ってたよね。今俺の家。すげー怖かったよね。あれタイムシフトに残ってるよ。どこに心霊があの残ったんですか？これこれ。この写真、女の人か顔写ってるな、ほら。その人いないんですか？これだって車の中だよ。え、うん、ツイッター見ればわかる。俺のツイッター見てみて、詳しくは、うん、だって車の中にタケちゃん、黒ウロン茶ありがとう。俺のツイッターに牛タンの下に関慎吾さんとコラボっていう写真が載ってるから、そしたらガラス、なんていうの、横のガラス、慎吾さん側のこの辺のガラスにね、女の人が映ってて超怖かった、うん、後ろにいんな、のんちゃん。あとメタルラックも無事届いたよ。釈迦ここに置くからみんなが見れるように、今度から釈迦がいる、うん、わあすごい幸運です。いいでしょ、幸運の印ですね釈迦。うん、そう、釈迦がねピッピピッピ鳴かなくなった。あの近くにいるから安心したんだと思う。箱から出してって言わなくなったね。ああ。うん、放送始める。いやいや大丈夫だ。さえさんも放送始めよ。こんにちは、うん、お、ゴンタありがとう。ゴンタ風船80個ありがとう。いや、なんか よくわからないけど、おばちゃん、いや違う違う、ガチガチ、
明らかに女の人だもん。笑ってるんだよ。終わりになっちゃいけないと思う。女の人？女の人だよ、これ。ちょっと、ここに置くと、あれ、じゃあここに置くとマウスがいじれないから。はい。ちょっと、ここにしました。ちょっと待って。そこやめて。うん、ここにさ。うん、あ、銀猫さんどうも。いや、大変だったよ、コラボ。あら、こんにちは、うん。超大変だった。でもまあ、なんか心霊現象よく起こるんだよ、俺の配信は。あら、こんにちは、うん。だから大変だった。心霊現象。いや、騙してないでしょ、全然。何にも騙してないよ、俺。人はなんかあの、浅井さんこんばんは、ボイさんこんばんは。うん、お、千原ジュニアいらっしゃい。加工なし。だから普通にフワッチのタイムシフトでも見れるよ。超怖いでしょ。なんかどうしよう、俺の放送よく起こるんだよ、心霊現象。そのどうしてその、うん、どうしてなんかあのどうしようもなくなった時に、心霊現象よく起こるから。おばさんは超やばいよ、ね、こんばんは、ミトちゃんこんばんは、うん、今なんか心霊現象の話をして、昨日の放送めちゃめちゃ笑った。いやもう俺は笑えなかったけどね、すげえ辛い。はっきり映ってるよ。しかも他にもいっぱい怒ってるから。こんばんは、浅井さん。こんばんは、ミカエルさんこんばんは。スワッチの配信者の浅井さんですね。加藤。いや俺の放送ね、結構バッチリ怒るんだよ、心霊現象で。結構怖い怖いって、いや、キャスパーじゃない、ここワドさんの、怖い怖いって結構問い合わせあるんだよ。うん、もしよかったらタイムシフト確認してみてよ。あいつもと違う、なんかちょっと。ひろどくさん、席が誰も信じられないって言ってたから勘違いした。おばちゃんなんか、いやいや、俺は別に誰かをはめようとかそういうことは思ってないよ。心霊の部分、ツイッターに書いてあるよ。ツイッターに書いてあって2分10秒って全部書いてある。心霊を助けることはできないんでしょうか。心霊を助ける、わかんない。霊はいないと思ってるけど、なんか。霊はいないですか。俺は霊は、霊と霊とどこ違うんでしょうか。いや、まあ霊のことだけど。霊っていうのはお化け。そうそうそう。心霊は、心霊もお化けのこと。お化けのこと。いや、心霊って今、うん、あなたは魂と言ってるけれども、うん、心霊は魂で霊がお化けです。先生、俺はお化けはいないと思ってんの。魂はないと思ってんの。お化けはいない、魂はない。うん。いや、だって魂なかったら人間なんで喋ってるんですか。いや、だから俺は脳の電気信号だと思ってるのね。うん。ツイッターに載せてた幽霊の顔、アカシアさんまみたい。喋りは結構まで、やっぱ、ね、魂が喋ってて、うん、そして霊っていうのは、うん、霊っていうのはないんだと私は思ってるけど。俺も霊はないと思ってるよ。そこはいいや。うん。その電気信号が喋ってるんですか。魂じゃなくて、魂が、あんまり信じてない、魂とか霊とか。はい、パフェありがとう、愛国者さん。いや、俺の放送結構あるんだよ。いや、だから例えばツイッターで10万リツイートいった心霊見る。魂っていうのは、和道さんの家です、ここは。のんたんがいます。和道さんに賛成。魂がないですか。いや、魂はあれです。この配信やってる和道さんは魂。そうそう、脳のバグなんだけど、多分そういう風に偶然見えてるだけだって思いたいんだけど。和道さんに賛成。俺はね、こんばんは、たまたま偶然人の顔に見えてるだけだと思うんだけど、それにしてはバッチリ映りすぎだと思ってる。そうそう、見た動画。そう、心霊現象の話をしてるんだけど、そうね、関慎吾の顔じゃないんで、明らかに女の人の顔なんだよ。で、覗き込んでてすげえ怖いんだよ。で、他にも写ってんの。これ写真だから部分的にやってるけど、霊感ないですが、一度だけ見たことない。たまたま写ってるんだけど、それにしても人の顔にしか見えないっていうか、それが怖いんだよね。多分ね、峠で、しかも PTPT するところなんだよ。だから、ポタポタするところだから、多分電波悪かったのが、もうそれもそれで怖いんだよね。6センチぐらいのとこから。この、霊が映るところ、急になんかポタポタになる。怖えよな、ほんとに。これは霊でないと思うんですけれども、何かそういうようなものが確認なんだか、浅井さんは心霊ではない。大丈夫ですよ、実体があります、実体があります、大丈夫です。霊ではないです、浅井さんは。サメさんっていうのはこれ本物かな。リスナーさんが教えてくれたんだよ、うん、結構ね、のんちゃんも霊感があって、和道さん今映ってるよとか教えてくれるんだよね。和道さんが配信してるところは、うん、
変な男の声消して、変な男の人、あの変な男の人とこれ和藤さんの声で心霊現象について喋ってます。そうそうそう、で慎吾に捨てられた女の女、なんかでもあれだよ、あの被害者の人に顔がそっくりだっていう噂らしいよ。今日はあの K さんにすごい顔がそっくりだってコメントがあって余計怖くなってる。K さんの生き量なんじゃないかと。こういう味でいらっしゃい、和骨。変な、うん。私に浅い。関さんは和道さんが警察だったとは知らなかったと警察に話したことが。朝日さんのどこ。いや違う違う、警察だったとは言ってない、そういうことは言ってないんじゃなくて、被害届とか念書を書いてるっていう。ごめんね、大丈夫かな。何？入りました、朝日さん。変な男の声消して。俺は警察に話したのは警察だったとは知らなかったって言ったんじゃなくて、あの映ってたでしょ、そういうことを言ったんじゃなくて、念書を書いてたとは聞いてないよって言ったの、うん、念書を書いてたとかは知らないよって言ったの。俺は生きるよって厄介なんだ、うん、のんちゃん霊感あるね、うん、おばちゃんです。だってあの和藤さんは歯医者って幽霊よりおっかねえかんな、浅井ゆき子は。こんばんは、幽霊よりおっかない、幽霊よりおっかない、ちょっと浅井さんずれてるよこれ画面が。幽霊よりおっかないって画面ずれて、幽霊よりおっかない、私は何でしょうか、いや俺はめちゃめちゃ楽しかったよ。俺は慎吾さんに会うのが夢だったし、だからなんか俺がはめたみたいに言われてんのも心外なんだよね。だったらさ、わざわざさ高い交通費かけて往復4000円ぐらいすんだよ。で手土産持って行くわけないじゃん。考え方ですけど、幽霊は本当はなくて、そう警察沙汰の認識がずれてたのよ。こんばんは、誰、隣の人、隣の人、和道さんです。慎吾さんはストーカーしてたの、いいえ実際で、それを知らなかったの。俺はただの恋愛だと思ってたんだよ。カルペオンいらっしゃい、よろしく。おばちゃんもあの隣で、うん、カルペオンよろしくね。これなのか、これ画面開こうと思って今日来ました。手土産ってなんて親切。手土産もだからツイッターに全部載せてるよ。よしえさんにだけど。あのおばちゃんは、和藤さんの髪引っこ抜いて。和藤さんと。浅井さん。ふわっちの配信者の浅井さん。見せてって。友達。まあ配信者っていうかもうリア友だね。どこにいるのか。うん。うん。はい。あと映った。うん。浅井さんっていう配信者ね。今放送中なの。あ、私の声だけ。こんばんは。いや、コラボしたいけど、要は嫌われちゃったっぽいね、なんか。俺がはめたと思い込んでるらしいよ。アンパンピーさん。浅井さんの声で来てもいいですよね。なんか俺がはめたことになってるっぽい。まあ、まあ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 、はめたつもりも全然ないし。世界は魂だから、あなたは魂にします。じゃなかったら付き合いとかしないからさ。霊っていうのは、警察の人を介して慎吾さんに伝わったから湾曲されてさ、違う、要は凶暴で、凶暴なのかどうかを知りたかったんだよ。要は俺も逮捕した方がいいのかっていう、共犯なのかっていう。でも実際知らなかったのは知らないから、だから聞いてた話と全然違うの。それはだって放送中にずっと流れてるわけだから、慎吾さんと一緒にいた時はずっと一緒にいたわけでしょ。だからみんな見てるわけだから、だから霊っていうのは、凶暴もクソもないでしょ、世界に恐怖がなければ。慎吾さん捕まったっていうよりも警察に来てくれって言われて警察署に行ったんだよ。和道さんに今日抱かれるんですか。和道さん、のんたんがあのおります。のんたんがあの幸せさんにここにおりますので大丈夫です。和道さんと関わらない方がいいよ、そのメンバーさん。いやでも和道さん、あと配信の時すごく一生懸命でお母さん尊敬してますありがとう。初見です、ストーカーで接見禁止ついてるっていうことを知らなかったって。俺は警察だなっていうのは聞いてたけど、なんか配信のなんか揉めた腫れただと思ってたの。なんかこうわちゃわちゃして警察呼んだのかと思ってたの。でもそんなのはないって言ってたから。心霊写真怖いよね、美穂ちゃんね。お久しぶりです。超怖いよね。キャスターのだ、よくわかる。キャスターのだ。いや、おばちゃん、歌がね、念書書いたって発言があったのは所沢にも入ってた時だね。所沢に入ってた。和藤さん、うるさいですね。
社員年初書かれたことワドンさんへ説明してなかったね。説明したのは警察から電話来たから。そう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 。だから俺が嘘ついてないのは放送に乗っかってるから。だから放送を見てなくて、鮫島さんとか他の人がポンプ入れてる時の放送を見て知った人が多すぎるんだよ。放送に全部載ってるもん。なんかあの、この、アセイさん配信やってる今、レッツノートで。この世界が、その、みんなと魂の人のことを願っております。警察もやりすぎっていうか、警察はやりすぎじゃないよ。だってもう被害届を出されてて、で、1回、2回じゃない?3回目だったの、今回。で、俺はそれを聞かされてないのよ。3回もう警察に任意同行してんのよ。条例。それはさ、逮捕案件になってもおかしくないでしょ。はめられたとは思ってないけどね。もともとほら、慎吾さん天然なんだよ、もう。セックスするほど仲が良かったけど、一方的に村田から拒否し始めて、慎吾はパニックで連絡取ろうとしたらストーカー扱いで、あ、そういう感じなんだ。あつしさん、ありがとう。いや、鮫島さんが話してるのはもう、まあ、別に俺、鮫島さんはそういう人だから、別に鮫島さん悪く言うつもりないけど、配信が面白かったら何でもいい人だから。これでいいかな?のんちゃん、のんちゃん。うん。これなんでみんな青くなるんですか?あ、俺も面白かった、タンタさん。また絡みたいんだけど、あの、なんか嫌われちゃったっぽいんだよね。連絡もうつかなくなっちゃった。本人が通報したのか、リスナーが通報したのか、教えてくれなかった、俺には。俺はだから警察から聞いてないよ。教えてほしかったんだけど。俺は知りたかったね。どこが違うのかな。おばさんは似てないと思いますけれども。いや、ワードリスナーじゃなかった。別の人だった。そう。なんていう名前だっけ?ふわっちの配信者らしいよ。ふわっちの配信やってる女の子なんだって。まあ、警察も言えないね。でも私はサメさん送ったもん。でも結局あれでしょ、逮捕されなかったんでしょ。高齢者浅井さん、浅井さん、この世界が、まあ、事情聴取で終わったんでしょ。また念書書いて、いや、俺も久々楽しかったね。なんか本当に面白い人で、度がつくほどの天然だった。お母さんじゃないよ。即日釈放か。よかったよかった。で、警察署から心配だから警察署から出たら連絡くださいってメール送っといたんだけど連絡来なかったね。マスさんいらっしゃい。浅井さん一緒に帰ってきてない。もう帰れって言われた。浅井さん、もっと言うなら警察にもう二度と関わらない方がいいって言われた。あの人とはリアルに関わらない方がいいって念押された。俺はまあそういうのは自分で決めますって言ったけど、あの人付き合いは自分で決めるんでって言って。浅井さん、この世界が浅井さん、いや、だから要するに、いや全然知らない。だってさ、もうニコ生からだってさ、俺ふわっちの他の配信特に見ないし、俺も全然知らなかったんだよ。どういう風にコラボしようか迷ってたんだよね。すげえ。警察は言うよ、結構。要はもう事案だからっつって。もうあの人は多分ストーカー治らないから。愛が溢れてるオーナーが出てますね。そう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 。いや、これ以上関わるとっていうわけじゃなくて、巻き込まれるよって言われた。いや、わかんない。おばさん、愛が溢れてるオーナーを出そうと頑張ってます。周りの配信者が和道さんがセクシーゴさんのことを大嫌い、潰す目的ではめたっていう説が絶えない。まあいいんじゃん、別に。なんか、俺は別に、なんだろう。なんか、それが配信だと思ってて。でも、ほら、俺とセクシーゴさんのコラボを見た人はそんな気じゃないっていうのはわかるわけだ。みんな裏取らないからさ。面白ければ何でもいいっていう人多いから。どこが違うのか。真意は分かんない。そうそう。だから俺もさ、その K さんっていう人の話聞いてみないと分かんないし、逆に K さんがおもちゃにしてる可能性もあるわけじゃん。だからそんな、俺は、あの、本人の発言を信じるから、俺は関慎吾さんの言うことを信じるよ。母、どこが違うのかと言ったね、母、母。慎吾さんはニコニコずっとしてた。いや、一緒だと思います。これでいや、別にだって俺後悔してないもん。むしろ、慎吾さんとのコラボ楽しかったから。ありえない。別になんか、人間の出会いってさ、別にそういうもんだと思うし、たまたまトラブルになっちゃっただけだろ。たまたまトラブルになっただけで。俺は別に慎吾さんとまた絡みたいと思ってるから。じゃあ、
それでどうだ。じゃあ俺が聞いてたのはさ、あの好きな人がいるって、振られて悲しいって、肉体関係まであって本当に好きになっちゃったっていう配信を見てたから、いやだったら告白しましょうよって、未練が残るからっつったらみんなで行こう行こうってなってたから、あいい感じだと思って。おさえさんこんばんは、わんこそば。じゃあこれでどうだ。いや号泣するでしょ、だって裏切られたと思ってるんだから。そうですね、俺は慎吾さん被害者だと思ってるよ。この方がさっきの、ああの同じ、わかんないよ、女の子の意見聞いたら変わるかもしれないさ。いや実際本当にストーカー被害がひどいんですって言うかもしれないから。いやあの俺は全然後ろめたいこと何もないよ。慎吾さんの恋を応援したかっただけだからさ。いやパンコは FX 配信しか見たことないから俺わかんないよ、絡みは。うん、体の悪い、台本があったらあんな感じにならないよね。台本があるかないかなんてさ、リスナーバカじゃないんだからさ、見たらわかるよ。でタイムシフトを見るのめんどくさいだけなんだから。だからここでは荒れないじゃん。ここは全部見たから。ここのリスナーはさ、言わないんだよ。他のリスナーが言ってるだけだから。俺は別にそんなのほっときゃいいと思ってて。誤解なんて解けるんだよ。嘘はバレる。だって鮫島さんも言ってたじゃん。タイムシフト見てないって。だからポンプが入って言ってただけだっていうのはもう目に見えてるわけよ。でしょ？あ、岩田通森早さん。とても俺も真実わかんないよ。慎吾さんの配信ずっと追っかけてないからさ。温厚の方だと思います。そうそうそう。いつも北斗の拳のようになりますか。だって慎吾さんのことはめて俺にメリット何もないの。漫画見ないで。花イケメンはだつ。ありえないビリカさん。慎吾さんはめてどうすんのよ。関係崩れるだけな。だったら俺警察署行ってないよ。だったら帰ってるよ俺。慎吾さんかばうためにこういう事情があったんですよっつってついてったんだから。あとの場合は左のこのまあね、知らないじゃ済まないから、もちろん気をつけてるっていうか、別に普通にありのままのことを話すだけだよ。ありのままのことを話すだけ。売名は売名だよ。だってなんつうんだろう、俺にとってはさ憧れの配信者なわけじゃん慎吾さんは。で昔から会いたい会いたいってずっと言ってたわけよ。今たまたま慎吾さんより閲覧多くなってるだけで、俺からしたら伝説の配信者の一人なんだから。え？大例会。知らない。大例会わかりません。花火ありがとう。みのりん花火ありがとう。アイテムありがとう。やっぱりわかんない。ありがとうございます。例会はありますか？例会。例会って。あったの初めてだよ。だから俺はすげえ前の日寝れないぐらい緊張してた。前の日はすげえ緊張してたね。どんな話しようっていう。歌を歌ってください。歌。歌ですね。歌。まあ、ハリーくんま。怒んないですか？怒るかもしれない。ちょっとここは人の歌で隣でうるさいかもしれない。まあいいや、マハリクマハリタヤンバラヤヤヤン、マハリクマハリタヤンバラヤヤヤン、サリーサリー、魔法の言葉を唱えると愛と笑いが飛び出すの、サリーサリー魔法使いサリー、すいませんでした、うん、では悪魔の千葉ジュニアさん、全然わかんないもんさ、和道を解放、行く前に和道を解放、いや俺は全然行ってもいいっすよって、後ろめたいことないから、うんうん、お、ボンハさんいらっしゃい、うん、アイーンこのポーズして、アイーン、A か、A、いきなり叫ぶか、アイーンこのポーズして、よくわかんない、 A か、E、あて、ははは、全然わかんない、ははは、朝日さん、ははは、特に彼はああいう環境を育ってるから一般常識どころか最低限の法則、いや面白かった、本当に底抜けだったね、本当に底抜けだった、超面白かった、朝日さん神様、うん、ああ青字いらっしゃい、青字いらっしゃい、これをすればいいんですか、
統合失調症なんていう浅いカテゴリーでは浅井さんを語れないから。浅井さんも今放送中なの。朝日さん、今夜じゃ、でもほら、なんかそのリベンジホルモンの件はコメントで聞いたけど、俺も、俺が見てないからさ、俺は自分で見たものを信じるよ。うん、お母さん、お母さんっていうかね、俺がその新宿ですごいお世話になってて、彼女に、もう友達だね、俺にとっては。友達だし、リスペクトしてる人だ。ありがとうございます。まあ、でもなんか慎吾さんすごいいい人だったから俺は今後付き合っていきたいかな。すごいいい人だった。ありがとうございます。黒毒さん、すいません、いつもお会いになってます。おばちゃん、そうですね、おばちゃんにできることはこれ、そこ抜けだよね、本当に。初恋の人、結婚しようと思った人がだって風俗嬢だったりするんだよ。で、その風俗嬢と付き合ってたんですかって聞いたら付き合ってないって答えてんだよ。でも3年間セックスはしてるって言って、俺も底抜けだなと思って。すごくない？結婚を考えたことあるんですかって言ったら、いや、ありますよ、4回ぐらいあります。どんな人ですか？風俗嬢です。まあね、慎吾さんは俺のこと嫌いになっちゃったかもしれないけど、まあ誤解はいつか解けると思ってるけど、うん、誤解解くっていうか、まあ俺からしたらだって慎吾さんにそう言われるのがよくわかんない。なんで俺が慎吾さんに嫌われるようなことをしてないじゃん。わかりました、ちょっと待ってください。今のんちゃんに気合入れますから。でしょ、別に俺台本も書いてないし、アメヨーダンって思ってないし、のんちゃん放送映らないよ。映らない？多分。いや、聞いてみて、本人。いや、のんちゃんに気合入れようしてるよ。うん、いや、こっから気合入れればいいじゃないですか。そこに行ってさ、うん、のんちゃんに気合入れんの。のんちゃん大丈夫だ、のんちゃん。いいよ、続けて。いや、もう一回やって。はい。いや、もう一回、もう一回やった方がいいんじゃないの。のんちゃんに気合入りました。気合入ったの？母さん、のんちゃんに気合入れました。ありがとうございます。うん。よくわからない。まあまあ、いいんじゃん。あ、浅井さんの？うん。あんまり気にしてないよ、俺。ビラビラですか？あげない。いや、よくわかんない、俺も。なんかおばさんは、いやでもさ、俺がさ、自分自身でさ2万7000円のジーパン買うとは思ってなかったからさ、ジーパンに2万7000円ってすごいリッチだよね。これユニフォームにするわ、俺、放送の。すげえいい買い物したよ。手縫いなんだってよ、一個一個。いや、工場生産じゃないのよ。すごいよ、針も金色なの、糸も金色で、うん、いや俺の放送シュールすぎるよ。ハートありがとう。いや、ジーパン、ユニクロのジーパンずっと入ってたの。で、それ生活保護の時新品を買ったの、奮発して。で、2年で破れちゃったのよ。俺としては一生履いてたいのよ、なんか安物でもいいから。でもジーパンのことを検索してもう縫ってたの、一個一個穴開いたとこ縫ってたんだけど、もうキリがなかったのよ、ビリビリに破けちゃって。で、そのジーパンのことを調べてたら、なんかその今ストレッチジーンズって言ってジーンズも伸びるでしょ。あれポリウレタンっていうのが入ってて、ゴムなんだよ、簡単に言うと。で、それが劣化の始まり。あと洗濯方法を俺が間違えてたのね。洗剤でゴシゴシ洗って乾燥機かけちゃったの。もうこれ全部ダメージになっちゃうのよ。で、あ、今度ジーパン買うならちゃんといいやつ買って一生履けるようにケアしながら履こうと思ってたの。で、リーバイスショップが新宿にあるから行ってみたのよ。で、そしたらもう店員さんが、要は、もう要は物持ちが良くて一生履けるようなジーンズで黒を探してるんだけどって言ったら、いろいろ出してきてくれて、一番高いやつ出してくれたの。もう正直これ高いっすけどって。ぶっちゃけ僕も一本持ってるんですけど、もうこれ一生履けるって言われてますよって、ヴィンテージ。
で、それよかったら見てみますって言われて、履いたらもう完全にこれだと思っちゃって。で正直もう身の丈超えてるジーパンだよ。だけど、まあさ、服だからさ、一生着れるし、やっぱりその、ね、稼げるようになったからさ、お金使うことっていうのはさ、消費税も払うことだし、経済回す行為だから、俺、石野康介っていう友達がいるんだけど、そいつに放送で言われたの、金稼いだら使いましょうよって、和道さん。だからまあ、ちょっとね、稼げてきた証拠じゃないけど、やっぱいいもの、金を使った方がね、世界も。アメリカ製じゃない、これは。ヴィンテージでね、メイドイン、メイドインどこだか、メイドイントルコ、メイドイントルコだね、うん、一目惚れだね、うん、もう身の丈超えてんの分かったんだけど、2万7000円で本当は普通の501とか要は1万円ぐらいのやつ買おうと思ったんだけど、体型は痩せるよ、あの捨て頃に出るんだけど、体重便所さんに言われたのが65から70に絞れって言われた。そしたら対戦カードのマッチメイクが増えるから、あのどん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 やって、あの絞ってくれって言われた。ありがとうございます、ゴンタさん、ありがとうございます。だからまあ70キロ以下には落とします、僕は体重を。来年の捨て頃に向けて、レアっていうかね、あの復刻モデルなんですよ、ヴィンテージの復刻なのね。だから今リーバイス、あの昔のリーバイスなんですよ、タグとかが。その今こういうタグじゃないの、俺小学生の時このタグだったけど、で606って検索したら出てくるよ、リーバイスの606、要はスリムジーンズの先駆け、1969年のやつなの、1969年。ドンさんバーガーありがとう、ハッピーハッピーマキルさん、ケーキありがとう。ジーンズいいよね。でやっぱりね、あのもうステッチとかが全然違うのよ、手縫いだし、もう他のリーバイスもいいやつなんだけど、全然作りが違うの、シルエットとか履き心地とか。でコットン 100% だからいいなと思って。ジーパンってもともと作業着なわけだから。俺いい買い物したと思ってる自分で、なんか無駄、これは無駄遣いではないかなと思って。マリアいつもありがとう、ハートじゃなくて風船5個ありがとう、ありがとう、うん、でもやっぱ嬉しかったよ、なんか、うん、こういうところでね、いい買い物できないわけだ、今までだったら。なんかどん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 ね、リッチになっていくから、うん、なんか変に無駄遣いするより全然いいなと思って。と違うメガネがたまにできるんですけど、目が見えてくるって。でも人間っていうのは、魂ができてるから、だから、一番筋肉に力が入るところで合わさったとメガネを、かけるのが日々。 あとは配信の機材の三脚買って、で牛タン食ってきた、だから5、6万使ったかな、今日だけで5、6万使ったよ。あのだから、あのよくあの小さい子で合わないメガネをかけてくる子に、また履いたところ、はい、まあ今日履いてみようかなと思ったんだけど、まあ普通に細身のジーンズだね、タイトな、タイトな細身のジーンズだよ。ふわっちの配信者の浅井由紀子さん、浅井さんだね。メガネをかけるときに、メガネ屋さんでよく見えるレンズを合わせました。金色なんだよ、ステッチが。金の糸の。メガネを、ネギシ食った、そうそう。目がちょっとだけ見えなくなる。タグとかも全然リッチだよ。なんか、普通の白じゃなくて。目が見えない方で20キロ取った方が、で、もう、洗剤使って洗わないでくださいって。僕は半年に1回洗っただけですって言われた。もうどう履くかは自由だけど、まあ洗濯はしないって言ってたね。俺は洗濯しようと思ってるけど、人によるんだよ、ジーンズの育て方。それから何かいいもの、例えばおちんちんはだつ、久しぶり楽しんでて、パイナップルジュース、持った時、あと今あんまりいいのがないや、何がいいかな、かっこいいよね。まあでもなんか俺からしたら、その仕事で成功しないとやっぱ意味ないと思ってるから。例えば
20キロのものが上がりました。俺もともとガキの頃からスリムジーンズばっかり。クリボーいらっしゃい。やっぱりさ、身の丈を超えてても意味なくて、何を履くかじゃないんだよ。誰が履くのかが重要なんだよ。だから、その、俺が履いてるんだっていうぐらい、なりたいよね。和道が履いてんだったら俺も同じアイテム欲しいみたいに言われるようになりたい。体に力が入るところで、その合わせたメガネっていうのは健康のために、魂のために、そして人間関係のために、すべてのためにそれがいいです。だからメガネっていうのはメガネ屋さんが、合わせていただきますけれども、メガネ屋さんは割とちゃんと体に一番力に入るところで、合わせてないように。あと皆さん報告があります。皆さん報告があります。フォロワーさんが3000人超えました。ありがとうございます。1個の目標がまた達成できました。皆さんありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。3000人の仲間ができました。ありがとう。今度はね、5000人目指して頑張ります。ありがとう。フォロワー数が3000を超えました。ありがとうございます。1個の目標だったんで、多分ね、ふわっちの3000人はツイキャスの1万人コミュだと思ってます。僕はそれくらいの力だと思ってるんで、僕はニコ生で万人コミュとかツイキャスで万人コミュの実力がついてきたと思ってるんで、ケーキありがとう、バーガーありがとう、にゃこケーキありがとう、ハッピーハッピーケーキありがとう、ドンさんバーガーありがとうございます。ありがとう。あ、いいよいいよ、自由にやっていいよ。何でも気にしなくていいよ。自由にやろう。いやでも私の好みで言ってもダメ。結婚に入れればいいですか、それともなんか人生のために言いますか。YouTuber で言えば100万人はいかないでしょ。もっと YouTuber で言ったら。ああ、でもふわっちではトップクラスだと思ってるよ。バカ10個ありがとう、ロビさん。いつもありがとうね。ありがとう。で、三脚も旅配信用のね、細身のやつ買った。あれ入りました。和道さんに告白しましょう。告白サイドの手を告白。いや、私世界を征服した人じゃない、好きありません。自分は世界征服の人に思いそうなってますけれども、私の理想になってしまいました。で、今度のコラボはね、香川さんのお店で一日店長をやろうと思ってるんで、もしよかったらその放送を見てくれる方はフォローよろしくお願いします。アサイタのメガネはスカウター、スカウターは分からない、強烈やな。いや、よく分からない。アサイタお疲れ様です。配信ありがとうございます。隣の人はね、もう古い付き合いで3年ぐらいもうプライベートで友達の人、すごい仲良い。僕はあなたで映画を撮りたいよ。映画そういえばさ、和道さん、香川さんのお店で一日店長をやらせてもらう。で、おそらくね、ドレさんと行くと思う。ドレさんと一緒に香川さんのお店行くんで、ドレさん、香川さん、俺、あとゲルゲさんかな、っていうなんか珍しい組み合わせになると思うんで、それはそれでまあ楽しんでいただけると嬉しいですね。和道さんですか。何の音これ。パソコンなんかすごいよ。古い。いや違う、パソコン音すごくない。前から言ってんのこれ。子供が寝ているので静かにしてもらえませんか。子供が寝てる。おばちゃんなんでこんな大きい声出るかっていうと、それは毎日トレーニングしてるからです。隣の人は病気っていうか神様だね。でしょうね。本当にイエス・キリストみたいな人だよ。ただの神様です、この人は。あ、そういえば、そういうこと、ケンちゃんに映画を撮ってくれていた方がいいでしょうか。浅井さんの出会いのきっかけは、もともと石野康介っていう配信者がいたの。FC2 で同時閲覧700人ぐらいの人なの。すごい伸びてて。で、そいつは何かっていうと、もう働きたくないと。で、金をくれと。で、月収2兆円を狙ってるっていう超面白い男だったのね。で、リスナーから金を引っ張って生活をしてたの。
で、そいつはずっとリスナーさんからお金もらうと、ボンとお金もらうとすぐ全部使っちゃうの。ビール飲んだりとか、風俗行ったりとか。で、漫画喫茶とかに泊まってたのね。ビデオ教室とか。で、ある日金が尽きて、家がないって言ってたから、俺の家に泊めてあげたのよ。俺の店とか家に。で、そしたら、なんか1ヶ月ぐらい経った頃に、なんかぼやいたのよ。なんか死にてえって、うつ病なんだけど、そいつ。うつ病で死にてえ、死にてえって言い始めて。で、なんかまあそれはいつものことだったからほっといたんだけど、あのもう俺ホームレスになるわって、和道さんの家から出たいっすって俺にぼやいたから、それ本当なのって聞いた。本当っすって言ったから、新宿って都庁の前にホームレスいっぱいいるのよ。200人ぐらいいるから、そこに住もうよって言って家から追い出したので、2人でその縄張りを調べてたら、ホームレスにおにぎりを配ってたのよ。で、俺は NPO の人だと思って夜中おにぎり配ってたから、で、そしたら、あの、有田さんっていうホームレスがいるんだけど、有田さんを紹介してくれて、で、有田さんの目の前で住むことになったの、その石野康介が。で、その時にすぐ布団を持ってきてくれて、でもそっから、で、実はそのホームレス界の、あの、空き缶拾いで月40万稼いでるんだけど、この人は。あの、全部ホームレスでおにぎりとかお弁当とか配ったりとかしてて、だから本当に神様みたいな人。それが出会い。で、もう3年ぐらいになるかな。今の石野さんがよくわかんないから毛が生えるかな。昔の石野さん。ああ、それそうだよ。だって人間だってさ、チンパンジーの脳が異常に発達しちゃった奇形だよ。石野さん。それが人間でしょ？石野さんに入るかな。奇形っていうのはないんだよ。進化に対するその DNA の本能の奇形が生まれるの。だからそれは正しいよ。何でいいのかな。一生ふわっちやってる今。ふわっちやってる。うん。今ふわっちの配信者だよ。もう3ヶ月ぐらいやってるよ。一生。じゃあこれじゃ足りないよ。警察来た。入ってよ。最初はお姉とったらマザーテレサだよ。ワドうるさい。おばちゃんがうるさいよ。いや、ワドうるさいっていうか、ここ俺の部屋なんだけど。俺も放送中だし、俺の部屋なんだけど、勘弁してくんねえか。和道さんこんばんは、来ました。メリンゴいらっしゃい。歌ってください。うん、歌、この人は本当に人のことを助けたりとか、世界から戦争をなくしたり、飢餓をなくそうと本気で動いてる。本当にキリストみたいな人だよ。歌、おばちゃんあんまり歌がわからない。本当にすごい人だからね。わかんない。光る海、光る大空、光る大地。ちょっと違うな。歌。おばちゃん、歌わからない。何がいいかな。浅井さんはね、ただね、人を喜ばせることと、もう生きるっていうことに真剣なだけなんだよ。高い鯉のぼり、大きな孫いはお父さん、小さいひごいはお母さん。おい、こんばんは。一緒に住んでるわけじゃなくて、家の近所に住んでるの。もうすぐ。歩いてどれくらいだろう、15分ぐらいかな。ではもうここが縄張りなの。この辺が新宿と池袋と中野と、よく遊びに来てくれるの、ただの友達。本当に俺の数少ない友人だよ。だって本当に俺の家訪ねてくるの、のんちゃんとレクチとタクミさんと、あとね、浅井さんぐらいでしょ。家に来るってことは遊び、ね、友達なわけじゃん。俺にとって数少ない友達だよ。あんまりおばちゃんわからない。犬が泣き出しました、どうしてくれるんですか。犬が泣いた。犬が泣いた。友達です、大事な友達です。浅井さんですよって教えてあげてください。黙れ、ワド。始まるさん。ここはワドさんの家とか、ワドさんが言ってたけども、黙れ、ワド。だって今配信中だから黙れない。ついでのマキさん、こんばんは。見れました。楽しんでってください。
って、普通に取ればいいんですか？レントなのに浅井さんのパワーの源なんなんだろうな、いや本当に多分見えてるんだと思うよ。よくわからない、お N ちゃんいらっしゃい。なんかさ、イエス・キリストってこういう人だったんだよ多分。で、周りの頭のいいやつが聖書とか作るときに持っていったっていうかさ、神格化していっただけだと思うよ。本当に人に愛された人なんだと思う。まあ時代がたまたま合わなかっただけだと思ってて、時代がそういう時代じゃなかっただけで、なんかその末期とかさ、乱世とかだったらこういう人が必要なんだよ。あの、何歳ですか？リスナーさん2人で来ました。クロウロン茶ありがとう、匿名さんありがとう、ナートビありがとう、最近いつも聞かれる、アイテムありがとう。私は今まで、年はあんまりありがとう、年もご褒美ケーキ5個ありがとう。俺は本当にただのイエス・キリストだと思ってるけど、浅井さん、ありがとうございます。浅井さん知らないんだ。すいません、浅井さん、俺の放送のリスナーで浅井さん知らないのはモグリだよ。もう付き合い長いから。もう本当に、もう本当に家族みたいなもんだよ浅井さんは。多分この見えてる光と同じ生物が、どっかにもいて、そしてそれは、光、光のような生物がいて、それは何かによって、そして、宇宙人と言われるもんだと思いますけど、浅井さんも延長してる。浅井さん、好きな芸能人は誰ですか？浅井さん、浅井さん覚えておいて。浅井さん、すごくいい人だから。ふわっちで配信もやってるから。他の人間以外の光と交信できるか？隣の人は浅井さん。光とは交信してます。人間以外の光と交信してるとは思いません。浅井さん、好きな芸能人は誰ですか？好きな芸能人。テレビに出てくる人はみんな頑張ってると思います。芸能人ってよくわからないよ、こちゃん。芸能人の、まあテレビ出てる人だよ。テレビに出てる人は、頑張って出てると思いますので、もっと頑張っていただきたい。そういう存在がいるっていいですね。本当に、いや、まあただ普通の友達だよ。みんなにもいるっしょ、仲いい友達って。ありがとうございます。フォローが何人かお子さんには今本当に普通に仲いい友達だから、仲間だし。ありがとうございます。浅井さん知らない人多いね。俺も結構びっくりするわ。浅井さん知らない人多い。浅井さん知らない人、いや俺の放送でね、隣の人誰っていう人多いから。浅井です。浅井ですわ。はい、ワードツー、リオタンママいらっしゃい、ね、教えてくれてありがとうね、リオタンママ。すごかったね、怖かった、俺も鳥肌立ったよ。びっくりした、タイムシフト見て。あの、ちょうどプツプツになるところなんだよね。あの、やっぱりあの、電波が弱くなるんじゃなくて、あれ、霊が映って電波弱くなってたんだね。本当怖いよな。皆さんと話して、さて、そろそろ1時間経過するのでアイテムタイムです。アイテムで応援してくれる人はチップをいただけると嬉しいです。2分間あるのでアイテムよろしくお願いします。いや、まさかだったよね。こんばんは、こんばんは。ありがとう、ニャコ、縄跳びありがとう。お、すごいじゃん。縄跳びでアイテム風船10個当たったってよ。ニャバー、縄跳びありがとう。ドンさん、バーガーありがとうございます。ドンさんありがとう。ハッピーハッピー、ご褒美ケーキありがとう。ロビさん、バーガー10個ありがとうございます。アイテムありがとう。ありがとう、みんな。あざーす。メリンコ黒ウーロン茶ありがとう。メリンコ黒ウーロン茶ありがとう。アイテムありがとう。アイテムありがとう。風船ありがとう、サメ島軍団さん。ありがとうございます。風船ありがとう。
あざす。にゃこさん風船10個ありがとう。今当たったやつかな。風船ロブさん風船10個ありがとう。アイテムありがとう。あざす。ありがとう。マキルー縄跳びありがとう。マキルー縄跳びありがとうございます。あざす。はい、皆さんアイテムありがとうございました。ひげを一本抜いてください。ありがとう。じゃあ通常の放送に戻ります。バカ10個ありがとうね。ロビー儲かる。バカ10個ありがとう。儲かなくてもいいと思います。和道さんの新しい彼女さんサー君こんばんは。イコーさん通せありがとう。こんばんは。もしフォローまだの人いたらフォローもよろしくお願いします。和道さんの新しい彼女さん、付き合ってないよね。彼女さん、だってあの、のんちゃんは彼女さんなんだ。初見です、フォローいいですか。あ、もちろんです。ジャイロの帝王さん、よろしくお願いします。こんばんは。あと、いつもお世話様です。風船ありがとうね。BB さん、ありがとうございます。お世話様です。あ、数合わせもありがとう、ミュール。BB さん、今日は、サンキュー。なんか、助からない人はないっていう話をしてる。フォローは、あの、大歓迎なんで、ぜひぜひ、よろしくお願いします。おばちゃんも、そういうふうに思えたことを感じております。和道さんと付き合わないんですか。いや、おばちゃん世界制覇の人じゃないです、うん、お風呂行ってらっしゃい。おばちゃんまた帰ってきてね。世界制覇自分でやってしまった。ジャイロの帝王よろしくです。筋トレとランニングもやってるんですか。そう、あのまたキャスバンできになったの。アホだね。ランニングっておばさんの、いや、できんでいいよ。走ったことがないんだから、あのペンギンさんって言った。本当にできんなんだ。そのまま走ったんです。ペンギン走り、いや、あのね、無線飲食はダメよ。だんだんその、筋肉は、まあ俺も最近キャスバーお金払ってないけどね。普通にこれだ、普通にやってた。だからあの筋トレをやった成果として、ランニングはできるようになります。俺はタダだからさ、キャスバー。愛子さん警察に引っ張られるみたいな話をしている。どこの放送でやってんの。弱くて走るところでなかったっていう。どこで放送やってんの。ツイキャス。弱い筋力が、まあ、それはね、無銭飲食は犯罪だからね。それは捕まるっしょ。年取って筋肉がついてきたこと、神様に感謝です。クリちゃんいっぱいいじくりたいです。山本真也さん。世の中を助かる人がないというおばちゃんが結論した。助からない人はないという結論を出しました。キャス、ベンジョさん、あ、ベンジョさんもキャスバーいんの。この、あ、そうなんだ。政府の集めてる金です。もったいないさんが更新しているのは、政府が集めてる金です。私をどう思う。てか、あのいい顔しすぎなんだよ、愛子さんは。別に稼いでないなら稼いでないって言えばいいのにさ、なんか私は金持ちだみたいなこと言うから、見栄を張るから嫌われるんだよ。花さんとこれ痛いですか。見栄張らなきゃいいのに稼いできたら別に稼いでるって今の現状を言えばいいじゃんね。え、その代わり一生懸命仕事すればいいのに。花さん神になれるかも。金ないんだったら金ないでいいじゃんな。ランニング何キロまで。ラボもいるんだ。ランニングいや、おばちゃんそんなに走れないよ。一週間ただだけはそれは怒られるよ。10分ぐらい走る。それは怒られるよ。でもあのいい加減なと、ポーズなくていい加減な走るかこうだ。それはダメだな。それはダメだ。飲み屋やってて付け払わないやつ、付けのやつって大体払わないんだよ。いや、出禁は出禁だよ。もう警察呼ばれるよ。出禁は出禁だから。よしさんいらっしゃい。ワドツ、ももくんも払うのダメだと思うよ。愛子さんと別に関係ないんだから、ももくんは。それは間違ってるよ。愛子さんのためにも良くないよ。そう、
それなんか勘違いし。違う。勘違いしてるんだよ。キャスバーはさ、ほら、大手さんは無料だから。うん、俺も無料なのね、キャスバーは。でもそれはさ、宣伝効果があるわけじゃん。宣伝効果があるから無料なわけじゃん。その、ヒカルくんとか、金梅さんとか。まあ、俺はね、まあまあ、そこそこありますよ。だそれを見込んでさ、来てくださいって言ってもらってるわけだから、愛子は違うわけじゃん。金払えって話になるでしょ。え、俺全然慎吾さん見捨てないよ、全然。何それ、勘違いしないで。もう全然慎吾さんから連絡来たらお付き合いしてくよ。お酒は俺はなんかっていうかもう酒に飲まれるぐらいだったら酒飲むなって感じだよね。うわ、聞いてらっしゃい、うん、そう、酒に飲まれるとかクソ恥ずかしいからね。わかりました。で、おばちゃんはそうですね、楽しい酒が好きだな俺は。体のことが割と分かって、でそれ みんなにこうや太ったな。元気の人は何かと割とわかるんで、その皆さんに、いろんな手段を通じて良くなってほしい。でも今日混んでるね、キャスバー。健康と、そして魂と、それから、ただ酒が飲めるっていい身分になったよな。ただ酒飲めるんだぜ、すごくね、歌舞伎町で。まあ俺あんま酒飲まないからあれだけど。今日はありがとうございます。で、今日ルーを踏んでしまいました。靴が臭いのであった方がいいですか。あ、いつか聞いたことある。ドミンさん、あなたはうんこ止まらなきゃいいですね。俺は浅い信者なので配信で元気になれてよかったです。ありがとうございます。こんばんは、きなこさん、こんばんは。いらっしゃい。キャスレベル以外でも無料あるのね。まああれじゃん、ふわっちでもそこそこ閲覧やっぱトップにいるし、リスワン8ヶ月だってさ、キャスでレベル50の配信者より俺ふわっちで閲覧稼いでるじゃん、だからそこはあれでしょ、オーナーのインチキ大王さんがそう言ってくれたんでしょ。鳥だよ、釈迦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 、鳥、文鳥です、文鳥。こうや顔太ったよね、むくんでるよね。前に酒飲みすぎだよ。運動不足が顔に出てる。運動不足が。そうですね。やっぱりおばちゃん、良い食べ物について、みんなに話して。かわいいぞ。みんなに今タバコ吸い終わったら出すよ。だからおばちゃん後ろにメタルラック積んだから本棚になってんのよ。そこに釈迦、やっぱ画面に映るところに釈迦にしようと思って、こうやってもう敷居の本棚作って、メタルラック届いたよ。本棚かまして、真ん中のところには釈迦を置こうと思って。万人に良い食べ物は、今釈迦がいるね後ろに。
タンパク質はない方がいいです。タンパク質は体が強い人は元気になるけれども、体が弱い人は元気になる。その方がいいかな。で、元気がなれない人がにとっていいと思うのは、石膏症の椎茸、それからシャカ喋れるっていうか、鳥言語が俺が分かるようになったかな。まあ、釈迦限定だけど、あの鳥言語ってなんて言えばいいのかな、7種類ぐらいあって、俺のことを呼んでる時と嬉しい時と悲しい時と寂しい時と、あとテンションが上がってる時とか、いろいろ分かるようになる。釈迦は分かってる、俺の言語は。あの簡単な部分はね、高度な会話みたいなのはできないけど、もちろんセブンイレブンのブドウジュース、うん、リンゴジュース、ありがとうみーちゃん、もしよかったらフォローしてね。それからあのローソンの分かるよ、要は警戒音とかは分かるし、だから俺の家の前歩くと足音で分かるの、釈迦は。俺の足音とか、のんちゃんの足音とか、浅井さんの足音とか。浅井さん、ふわっちの配信者、隣の人は浅井ゆき子、ふわっちで配信中だよ。ふわっち見てみて。ふわっち見てみて。中にはあるけど、牛乳はと難しい。牛乳はほとんど外れてて、今ふわっちで浅井ゆき子で検索したら出てくるんだよ。これ銘柄おすすめで、おすすめに載ってるよ。浅井さんはもう友達だから、ふわっち始める前からずっと、何年も前から友達。ナッツ、うん、見てみて。あとお付き合い長いから、醤油、普通に友達だから。丸大豆醤油100円の、塩もまあまだ、砂糖、沖縄のあの黒砂糖の中にいいのがあります。まずいダメなのがあります。黒糖でしょ。そう、さ、黒糖全部がいいとは限らない。あ、そうなの。バドさんちで配信してんのそう、和田さんちだよ、ここのんちゃんがいます、うん、タンパク質取らない方がいい。リスナーさん、流してる曲いいでしょ、黒子。この写真、俺の BGM 定番の、この写真に対して、なんかないかな。スムースフリクションっていう曲だね。これ合わないな。そうそう、釈迦って文鳥のこと。そう、俺がつけたよ、名前は、うん、そうですね。この写真の時点で、今良くなってるかもしれないけど、この写真の時点ではタンパク質は取らない方がいいですね。タンパク質でダイモンを食べて、今空き缶拾いと、あと本を出版してて、3500円で本を売ってるね。そして、まあ、メインの収入空き缶だよ、そしたら浅井さんは。で、そのでもゆくゆくはやっぱり作家で食っていきたいって言ってたね。毎日そのまずい食べ物を食べると、いいよね、足を引っ張ってるから、それをやめた瞬間になろうというのがあります。だから毎日、例えばすごいよな、なんだかのトマトジュースを飲んでるとか、そういうような、あと足を引っ張るものを飲んでると、その思わず体が思わぬ方向に悪くなっていて、タンパク質も不適合になっていて、何もかもダメだと、こう健康が下り坂になって、これはまずいんで、例えばおばちゃん電話で、もしもし、神に愛されたリスナーさん、もしもしって言った時に、腕につけてるのはね、666のリストバンドだね。何を666、666ってパンクアイテムだ、ね、それがわかる、うん、ああどうもどうも、アルマジロさん、もしよかったらフォローしてってください。ありがとうございます、来てくれて。666のリストバンドです。コンビニ好きですね。いや、コンビニ、じゃあコンビニ好きなんじゃない、100円ローソンが好きなんだよ。いや、コンビニってフォローありがとう。今のジュースですけれども、ジュースってあんまりいいのありません。だから例えばみんなが手軽に買えるのはコンビニジュース、この中でいいのですけれども、例えばスーパーマーケットに行ったなんだかリンゴジュース 100%、 これっていろんなのがあるけれども、トマトジュース、なんだかジュース、トマト、これも野菜ジュースいっぱいあるけれども、鶴原さんいらっしゃい、ジュースはあんまり、あ、長野トマトジュースがいいですよ。それはあんまりどこにも売ってないけど、でもたまに、安い店で、100円で 2,3 個で売ってるところがあります。長野トマトジュース、
初見さんいらっしゃい、もしよかったらフォローしてってね、コメントありがとう、和道です。よろしくお願いします。以上で、その今いいもの言ってみたんですけれども、例えばスーパーマーケットに行って、ジュースがローソンのアイスカフェラテ美味しい。あ、そうなんだ。これはタリーズばっかりだな。アイスコーヒーはタリーズがうまい。あとブレンディのブラックも好きだったかな、昔。とかブレンディのアイスコーヒーもうまかった。なんだか添加とかカルシウム添加とか、なんかいろんなものが書いてあるけれども、そういうふうに、なんか書いてあるものに限って、さ、まずい。釈迦だそうか。釈迦おいで。リスナーさんが見たいって。そういうようなものが多いですので、だから今コンビニに行ってもらいます。おいで。今度の配信まで食べ物をまとめておいてください。わかりました。浅井さん疲れてるみたいなので気合を入れていいですか。いえいえ、ありがとうございます。すいません。情報はホームページにお願いします。そうなんだ、着色料。そうなんだ、着色料。いや、何が悪いことをしてるかですか。あ、消えちゃ、あ、何が悪さをしてるかですか。着色料じゃないと思いますよ。赤いのもは、着色料が入った。正しいっていうか、まあ、もう、ベタベタだもん。俺から離れない。今度同じです。今度から釈迦もずっとみんなが見れるようにここに置いとくから。だから、ほとんど同じ。ここに置くようになったからね、ピッピピッピ、要は出して出してって言わなくなった。寝るときもおとなしい。ずっと顔が見えるから。これと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 これを混ぜましたって言ったときに、おばさんは、あ、これとこれが悪いですって分かるけれども、制作者とおばさんはまだ釈迦ちゃんね、みんなよろしく。手乗り文鳥だね、完全に。完全に手乗り文鳥です。もうだって手に乗ってるからね。おばちゃんは思ってます。釈迦だから、おいで。でも、売ってるもののほとんどは悪い。親子じゃないよ、友達。その栄養が。ありがとう、匿名さん。黒ウロン茶ありがとう、縄跳びありがとう。ありがとうございます。そうそう、真っ白で綺麗な白文鳥って言って。魂が完全だ。ありがとう、ケーキ5個ありがとう。アイテムありがとう。全然大したことがない。釈迦。来た来た。花火ありがとう、匿名さん。花火ドーン。ありがとう。アイテムありがとう。食料品の花火アザース。ということです。結局キャスバー行く？いやいや、もうごちゃ帰ります。明日の朝。あきさんの朝さん。今帰る。魂は完全で、ね、メモ。そう、魂は完全であれば、釈迦カメラいじらないの。釈迦。だから、その金でなくて、その何か魂が目標に、何か目標に向かっている、金じゃない目標に向かっている魂。これ魂は完全。この時に。多少その毒であろうと、そのおかしなものが入っていようと、それは全然関係なく、おいしくいただいて、なんでもないです。ジーパン履いてみようかな、これ。この世界は、浅井さん、何時から仕事だ。そう、明日、明日なんだ。魂完全にメモメモ。だから、でも例えば、魂は完全でも、このトマトジュースのビタミンなんだかとビタミンなんだかについて、その栄養がありますので、どうぞ食べてくださいと書いてあって、してお金を払うと、食べると、これやられますので、だから魂は完全で、そしてそのあるものを美味しくいただくと、そして感謝していただくと、残らずいただくと、こういうところで多少の毒のものは、こんばんは、ママさんいつもありがとう、いらっしゃい、楽しんでて、まったり枠ですが。ありがとうございます。新しいジーパン履いてキャスバー行く？また自慢しに行く？キャスバーに行って、お前らとは履いてるジーパンが違えんだよ。おめえらとは違えんだよ、俺はって。トップクラスの配信者だからよ。嫌なやつだよ。そうですね。人を迎えに行かなきゃないから、早めに行こうと思います。キャスバーに会いこう。なんか出禁食らったらしいよ。金払ってなくて。自慢しに行く。行く。俺でも新宿から戻ってきたばっかりなんだよな、今。酒飲むと太るしな。あ、運動したいんだよ、ちょっと捨て頃に向けて。もう本当に1年間みっちり鍛えたいと思ってて、
まだトレーニング枠やろうかなとか思ってんだよね。では今日はどうもありがとうございました。失礼します。浅井さん終わり？あった。そうそうはい。で公開。そうそうそう。いいね。いやももくんが金払うのは俺は間違ってると思う。もう完全にそれはなんかいい格好しすぎっていうか、なんつうの、愛子のアンチもそれは納得いかないでしょ。なんでももくんが払うのってなるでしょ。まだひかるくんとかだったらわかるよ。関係性がある人だったら。でも初対面の人の、なんか、しかも配信者がだよ。初対面の人の金を払うっていうのは、どうなのっていう。うん。で、ぶっちゃけの話も金払わないやつは捕まった方がいいと思ってるから。金持ってきてなくて飲んでる方が間違えてんだから。そんなの店に失礼だよ。うん。そんなの店に失礼だよ。どう考えても。金ないんだったら飲むなよ。うん、みんなそうやって頑張ってるんだよ、最初の頃は。そうじゃね？俺が言ってること間違えてる？金ねえんだったら飲むな。愛子がやってることの方がおかしいんだよ。そのやってること間違ってるやつをかばうっつったら叩かれるに決まってるよ。うん、浅井さん帰る？うん。ありがとう。また来てね。ありがとう。うん。あ、いや。いいよいいよいいよ。また来て。うん。来るとき LINE に連絡ちょうだいよ。何？これから行きますね。うん。ありました。あ、いや。いますかって。うん、そうそうそう。今暇って聞いて。はい、うん。それリュックサックいいじゃん、新しいやつ。これもらったよ。これもらったの？いいと思うよ、これ。かっこいい。うん。浅井さん、みんながお疲れだって、ほら。浅井さん。みんなお疲れ様だって。ありがとうございます。ちょっと顔見えてないから。うん？もう一回。お疲れ。もう行きました。はい。うん。浅井さん、ひにわの良さ。うん。お疲れ様。うん。うわ、どうもお世話様です。ありがとうございます。うん、またね、ネキちゃん。うん。じゃあ浅井さん、またね。またどうぞ。うん。うん、どんちゃんどうも、はい、お疲れ様です。ありがとうございます、うん、どうじゃあ今日ここで失礼するね。お疲れ。どうもありがとうございます。浅井さん、またね。どんちゃん、またまた、すいません。あとね、ベルボンっていう、そのベルボンの三脚を使ってるんだけど、それも買ったかな。ベルボンの三脚、1万5000円するやつ、これなんだけど、これも開封しようか。ベルボン1万3000円の三脚、別に悪くない三脚持ってたんだけど、テルチャンピンとかコーヤとか新野鳥とかが使ってる三脚と同じタイプ買った。お受けしてた。だって石野は、石野と俺がコラボしてる時に浅井さん出会ってるから、石野と俺と浅井さんはもうなんか同じ歴史を共有した仲間だから、開封しようか。よし！今までの俺の三脚とはタイプが違うのよ。今までの三脚と全然違うの。ちょっと高かったけどね。もうお金に余裕出てきたらバンバン使おうと思って。億万長者見えてきたよ、マジで。俺多分このまま億万長者なるぜ、本当に。なんかそんな予感がしない？みんな、なんか本当に現実味帯びてきた。お金は回さないとダメだよ。だから稼げるやつが使わないから貧乏なやつが出てくるんだもん。アイコ連行？いや、金払ってなかったらそれは犯罪だからね、普通に、うん。そうそう、お金は使わないとダメなんだよ。より稼げるようになんないと。そう。よいしょ。で、今まで使ってた三脚見せようか。今まで使ってた三脚っていうのは普通のタイプの三脚なのよ。で、リュックの端っこに置いといたんだけど、横幅がすごいのね。
このタイプ。これが俺ベルボンっていうメーカーの使ってるんだけど、こうやって組み立てるのに時間がかかってたの。こうやって開いて、で足を伸ばして。で、このタイプの三脚良かったんだけど、まずリュックの端っこに入れるときに横幅がこんだけあるのよ。だからちょっと嫌だったの。でもう一つ欠点があって、こうやって足広げるとすごいでかくなるのよ。だから置き場所に困ってたの。置き場所。この二つが欠点だったの。その代わり、この三脚のいいところは安定感があるの。安定感が。で、今回買ったのは同じベルボンなんだけど、ちょっといいやつ買ったのね、値段は。で、タイプが全然違うの。で、これは新野鳥とか、キャスのね、人はスマホを取り付けてるんだけど、これに。このタイプはどうなってるかっていうと、こういうタイプですね。これコム力低いよ、別に。細いでしょ。わかりる。これと比べると4本分なんだけど、細いでしょ。で、高さはね、こっちの方がある。だから長くはなったんだけど、細身。で、これ一本足三脚っていうタイプなのね。まあ、簡単に言うと、地面に接する部分はこれだけで済むの。わかりる。だから、足元がある程度広かったら、机とかテーブルの下に潜らませれば、この幅さえあればいけるの。で、これをこうやって広げると高さが出る。だから、こっちの方が便利なんだよ。俺らからすると。リュックにも入れやすいし、ただ、こっちの方が安定感はあるの。風とかに強いの。これは高くなれば高くなるほどグラグラするでしょ。だからそのね、ちょっと使い分けが難しいところではあるんだけど、俺はこっちの方がいいなと思って、これにした。リュックに入るよ。あ、ごめん、下か。最低さんいらっしゃい。細いでしょ？要は1本分しかないの。これが俺の新しい相棒です。ベルボンの一本足三脚。これを常に旅に持ってこうと思う。重さはどっちだろう？重さ変わんないかな、うん、これが新しい相棒です。ベルボンの三脚と2万7000円のジーパン買いました、うん、リーバイスの606、うん、よいしょ。1万ね、これの三脚は1万6000円タイプ。もっと安い7000円とかもあるんだけど、まず足の組むやつが安定するようにいいやつ買ったの。要はこれでも立てられる。この幅さえあれば立てられるから、極端な話こういう狭いところでも置けちゃうのよ。こうやって。今までの三脚だったらこれができなかったの。で、さらに安定感を作るんだったら、これを伸ばせるの。シュッて。こうやって。だからこう、なんつうんだ、狭いところでも対応できるタイプだね。完璧に。1万5000円かな、これは。いいでしょう。うん。そう。ベルボンの三脚は1万5000円。いいでしょ、うん、で、大体ね、そのここの部分をみんな取り替えるんだよ、カスタムして。これがウェブカメラとか、あのハンディカムとか、なんて言うんだろう、そのこのここの部分の規格があるんだけど、ここにカメラを設置するのだけど、あのスマホクリップじゃないわけよ。そうするとどうやってみんな改造するかっていうと、この一本足三脚を買ってここを取り外すの。こうやってここをこうやってで取り外して、こうやってで、ここの部分にスマホ用のクリップあるじゃん、普通に売ってるでしょ。スマホクリップをつけると、みんなツイキャスでこうやって自撮り棒にしながら、あのキャスバーとか行くとこうやって立てかけるの、うん、場所を選ばないっていうの。やっぱね、新野鳥がね、機材うまいんだよ。新野鳥の機材選びは俺参考にしてて、
で、新野町も実は俺の機材選び参考にしてんの、お互い。実はね、機材争いをしてんのは、新野町だよ、俺と。だこの前言われたのは、レッツノートの何々買おうと思ってんだけど、ワドどう思うって言われたもん。俺と新野町が異常にね、オタクなの。こういう配信機材オタクなの。だからいつもね、俺は RZ のパソコンがいいと思ったけど、RZ ダメじゃねえとか言って、俺この前 CZ 使ってたんだけど、とか、そういうなんかコアな話題っていうの。業界の中の。野鳥はカメラワークうまいよね。多分ね、一番その機材系に詳しいの今俺になってると思うよ。でカメラワーク新野鳥より俺うまいと思うよ。なんでかっていうと、キャストウェブ、パソコンっていうね、その、違いがあるから。お、ニート社長だ、お疲れ。久しぶり。だから、ライバルは、その機材関係のライバルは俺は新野鳥だと思ってる。新野鳥が今悩んでるのは、パソコンとカメラの相性。俺実はカメラもさらにハイスペックにしようと思ってるから。こういうのは楽しいね。大事だよね。うん。稼いだらやっぱ使わないとっていう。でも、本当に感慨深かったよ。花火ありがとう！匿名さん。何が感慨深かったかって、人生で、3万円近いジーパンを履くことはないと思ってたの。俺は。マジで。人生で3万円のジーパン買うことなんてないと思ってたけど、買えるようになったっていうのはすげえなんか嬉しかった。だから、そこに付加価値があるかどうかっていうのも重要なんだけど、そのジーパン自体のっていう。その3万円のが買えるようになったっていうのが嬉しかった、俺の中では。そういう、なんつうの、自己成長の喜びみたいなのがあったよ。ねえ、もっと高い車とか買えるようになりたいし、もっとなんか家とかマンションとかタワーマンとか買ってみたいよね。どん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 金持ちになりたい。俺は10万ぐらいの財布つか、うん、ベルルッティ買おうか迷ってるよ、今、正直。ベルルッティ買おうか、靴を買おうか迷ってる。パソコン買おうと迷って、やっぱり高いパソコンがいい。ゲーム配信だったらゲーミングパソコン買った方がいいんじゃないのかな、わかんないけど。でも、俺がいつも買い物するときによく言うのが、高いものを買った方がなぜいいのかっていうと、スペックが高いんだよ、どんなものでも。で、物持ちもいいし。ただ、それを使いこなせるかどうかは自分次第っていう風にいつも決めてる。だから安いのだと表現の幅が限界なのよ。何でもかんでも。上手い人は安いもの使ったらうまくできるんだよ。だからやっぱ限界はあるんだよ。だからお金に余裕がある人はバンバンいいもの買った方がいいよ。それはステータスがどうこうっていう話じゃなくて、それは金持ちの、なんつうんだろう。金持ちがやらないといけないことなんだよね。金持ってるやつがね、その俺は貯金してたりとか将来のためにっていうのは間違ってると思ってて、やっぱね、酔い腰自然には持ったらダメなんだよ。まあね、いいパソコンだよね、レッツは。そうだよね。愛子さんが今キャスバーで無銭飲食して警察から逃走してる。本当に捕まんじゃないの。でも一回ね、痛い目見た方がいいよ、愛子は。夢を見せることも大事だしね。本当に。だってさ、俺がいつまでも貧乏だったらさ、和道みたいに配信やってても、配信夢ねえじゃんってなるじゃん。ねえ、何？配信やってるだけでさ、ちゃんと極めてファンがついていけばさ、3万円のジーパン買えんのってなったらさ、夢あるじゃん、若い子に。特に今みんなユニクロ着てるわけじゃん。俺ユニクロのジーパン別に悪いって言うわけじゃないけど、やっぱりさ、稼いだらユニクロからリーバイスに行かないとダメなんだよ。これは2万ね、7000円した。税込みでね。定価2万5000円で、2万7000円のヴィンテージ買った。復刻版のヴィンテージ？うん。の黒だから、2万5000円って書いてあるでしょ。不可視じゃないからね。プラス税だから2万7000円。ヴィンテージパンツだね。履いてみる？ヴィンテージ。いいよね。やっぱ全然違うの、作りが。だって見ることもないじゃん。ユニクロで普段買い物してた人間からすると。いや、もう一生履けるって言われた。
このパンツは一生履けますよって。で、もうそのキーワードで俺は買うって決めたよね。一生履けますっていう。履いてみる今、うん、履いてみようか。今こんな感じなのよ。これが声聞こえたら手挙げて。声聞こえたら。これがユニクロの5000円のパンツね。これがユニクロの5000円のパンツ。こんな感じ。ちょっとね、やっぱ足元がダボっとしてるっていうか、もやっとしてるっていう。別に悪くないんだけど、かっこよくはない。これがお尻のラインとかもダボっとしてる。見える。で、リーバイスもやっぱもう違うパンツになるとどうなるのかっていうと、ラインが全然違うの。これがユニクロの5000円のジーパンね。これがリーバイスの、606。全然違う。シルエットも、あ、全然違う。素材感も全然違う。要は元祖細身パンツね。世界で初めて生まれた、あの、タイトなパンツ。うわ、全然かっこいいわ。全然違うでしょ。型が違うもん。お、ほら。ヒップラインとか細く見えるでしょ。全然違う。超かっこいい。全然違うわ。で、ここの幅が広いパンツなの。幅が広くて、ここのシルエットがすごい綺麗な元祖。全然違うね。全然違う。履き心地が。しかも丈夫。コットン 100% だから。すげえいいわ。いや、良くない？普通にいいよ。いや、全然違うね。おー。いや、まあユニクロと比べちゃダメだけど、俺はユニクロからリーバイスにのヴィンテージを履けるようになった男だから。ありがとな、ユニクロ。お世話になったよ。ちなみにこれは生活保護の時、服を一着も持ってなくて、ジーパンで留置所に入ったから。これが一番最初に買ったジーパンなの。だから俺の生活保護を支えてきたジーパンだから、これは捨てらんない。うん、たまに着よう。ねえ、かっこいいよね。履き心地がね、全然違うっていうかね、もう超分厚いっていうの。なんかこれはね、やっぱね、化学繊維っぽいんだよ、ちょっと。何が入ってんだろう。これコットン100だから、なんつうの、ザラザラしてるっていうか、ジーパンって感じなんだけど、これテカテカしてんの。これはね、コットン。これは、素材感が全然違うね。今、ジーパン履いてるって感じするもん。これ何なんだろう。これはね、コットン100だわ。素材はコットン100だわ、両方とも。まあいいや。生っぽだったの、昔は。今年に入るまで生っぽだったのよ。俺は。いいもん買った。履き心地はね、ちょっと硬いよ、まだ。両方ともコットン100だわ。でもね、多分縫い方が違うんだよ。多分ね。お疲れっす。チョコボールさん、アイテムありがとう。細い方がいいよ。パンクスはやっぱ細身のジーンズ履かないと。シルエットがかっこいいよね。E がビッグのやつ。E って何？ E がビッグって。ハートありがとね。ハクトの味虫。ただ、今のストレッチ素材ではないやつだから、ヴィンテージだから、もう正直、硬いって言われた。だけど、それがたまらない人にはもう最高のアイテム。硬いっすよって。まあ、全然違うよ、グレードが。
しかも裁縫も全部職人さんが手縫いなの。車の匂いはなんかもわっとするっていうかさ、あの古い昭和の車ってさ、夏場もわっとしてこうなんつう車酔いする匂いってあるじゃん。あとゴミがすごかったの、食い物の。なんかヤクルトの飲みかけとかもうボンってあったりとか、なんか弁当箱の腐ったような、だからそのもわっていう匂いと、あと弁当の腐った匂い、だから生ゴミの匂いだよ。アイテムありがとうね、バガーありがとう。味も出てくるけど、洗濯はどうしようかなって。要は洗濯のケアの仕方で変わってくるから。うん。僕は、店員さんは僕は正直一回も洗わない方がいいと思いますよって言われたけど。洗濯しないジーパンもね、ちょっとね。多分ね、このジーパン数年したらプレミアつくようなやつなんだよ。まあ、復刻版だからそうでもないけど、多分好きな人が、集めるようなアイテムだから。じゃ細かく見ると、ジーパンの糸あるじゃん、ステッチ。糸が全部金色なの。そう。いいですよ、606。お気に入りのアイテムですね。頑張ってよかったよ。ご褒美です、自分に対する。でもね、やっぱ、いや、選択した方がいいっていう説と、選択しない方がいいっていう二つの説があるの。うん。あれ本物じゃないの？タイムシフト見たけど俺怖かったよ。うん。陰干しだけの人もいるし、洗わない人もいるんだけど、実は汗とか吸うじゃん。それで繊維がボロボロになっていくから、実はダメージの原因になるっていう説もあるの。ただ、どっちの、ジーパン好きな人がどっちも言うのが、洗剤は絶対使わない。水洗い。水洗いは基本。裏返して水洗い。減量するなら今サイズ変わったりする。するだろうね。でもまあ、そこはそれで楽しめばいいと思ってる。うん。俺も洗いたい派なんだよね。別になんか、ちょっと色落ちしてもかっこいいかなと思う。パンクスだから。うん。あ、そうそう、ジーパン履いて風呂に入るとかね。そうそうそう。要は、雑菌を取ればいいわけだから。縮まないって言われた。要は、縮むっていうのは、縫い目が粗いからなんだって。あと、そう、素材なんだって。で、コットン100で、ちゃんと縫い合わせてる生地だから、正直、縮みあんまりないっすよ、みたいな。で、その、縮むか縮まないかっていうか、もう、むしろ洗わないっすね、みたいな。うん。むしろ洗わないっすね、みたいな。うん。でも、まあ、一生履けるパンツって言われてるからね。これから楽しみだよね。で、もう、裾直しもしなかった。ダボッと履きたくて。ダボっつうかそう、足をシワがちょっと残る感じにしたくて。初見さんいらっしゃい。コメントありがとう。もしよかったらフォローしてね。ダメージを楽しんでいこうかなと思って。あと何よりね、和道が履いてるやついいなみたいな。俺も和道のその履いてるやつ欲しいよって。ちょっと金積むからくれよって言われるようになりたい。マイケル・ジャクソンとかそうじゃん。マイケル・ジャクソンとかが履いてるっていうだけで、プレミアつくでしょ。そういう存在になりたい。ヒゲは剃らないかな。E って何？さっきから EE って書いてあったんだけど、E が違うって。俺Gパン詳しくないから全然わかんない。E ってどこにあるの？なんか違うのかな？プレミアだと。ヴィンテージだと。なんかこのタグの、お尻のこのタグがちょっと違かったね。赤のリーバイスじゃなくて、昔のリーバイスのタグになってる。あと、ここが違う。現行ヒント。E がどこになるのかわかんないけど。何 E って。どこを見ればいいの、うん、E カップのことなのかな。何のことなんだろう。リーバイスじゃなくてリーバイス。あ、そうなの？ちょっと見てみようか、うん。E がでかいんだ。あ、ほんとだ。ほんとだ。うん。E がでかい。全部大文字だわ。リーバイスだわ。復刻版はここが違うんだって。リーバイス。これだ。E がでか文字だ。ありがとう、教えてくれて。ラベルも、その、なんつうの、昔の復刻ラベルを引っ張ってきたんだって。これ。
だからリーバイスの E が大文字なんだって。え、っていうか、リーバイで終わって、リーバイスじゃないの？リーバイじゃないの？これだ。リーバイだけど。なんか違くない？リーバイスっていう会社名じゃないんだけど。ここリーバイスだよね、普通。リビみたいになってる。かっこいいよね。606って書いてある。ラベルかっこいいね。オレンジ色の文字は、ちょっと待って。ここの小さいタグも色が違うの。ここの。ここなんて書いてある？俺見えねえな。脱ぐ。ここなんて書いてある？見える。ここ。このオレンジ色のタグも違う。606がスリムジーンズの走りだっていう話を書いてあったサイトに。要は1969年に初めてスリムジーンズ誕生したのがこの606なんだって。見えない。脱いでみるか。タグ？脱ぐわ。スリムジーンズの先駆けっていうの。だから現行のスリムっていうのはこの606から始まってるんだって。そう、リビ。え、なに？これはヴィンテージだから、その、リーバイスの社名変更前ってこと？簡単に言うと。いや、一生履けるって言われたよ。一生履けるジーパンですよって。もうそのワードで買った。あ、なるほど。リーバイスの S って、要は、このなんとかなんとかっていうのを縮めた形なんだ、今のブランドロゴって。だからリーバイだったんだ、最初は。リーバイが、そのなんとか S のこの長い部分を縮めた形なんだ。今脱いだんだけど、タグはこんな感じ。タグはこんな感じね。ヴィンテージ感がある。で、ケツの部分はリーバイスだね。ケツの部分はリーバイスって書いてある。だからラベルの色が違う、ちょっと。ラベルの色が違うね。こんな色。あ、ピンボケがすごいな。あ、香川さんの僕も楽しみにしてます。まだ日程決まってないんだけど、ちょっと見づらいかな。ピントが合わない。こんな感じ。リーバイス。E は大文字だね。E は大文字。で、ステッチの色は金。だから素材感が、細かい素材感がすごいよね。こういうなんか手縫いならではのかっこよさがある。小さい細かいところが昔のパーツ引っ張ってきたんでしょ。そう、あ、ヴィンテージシリーズの、あ、ここの E が、あの、ヴィンテージの証なんだ。要は2はここを見るんだって。ありがとう、教えてくれて。俺、ジーパン詳しくないからよくわかんないけど、これはやっぱいいジーパンらしいね。ありがとう、教えてくれて。なんかこういうの知ると集めたくなっちゃうんだろうな、多分。俺は別に集める気とかコレクションするつもりないけど、バンバン履いてやろうと思ってるけど。NHK で特集やってたの？リーバイスの。ユニクロのパンツが履けなくなったから買っただけ。アヒルさんはどっち？シルエットが全然違う。ビッグイーって言うんだ。ありがとう、ハロウィン。え、これはぶっちゃけ、みんなからするといい買い物なの。これちょっとワドかっけえの。ワドナイスだよ、そのセンスはっていう。どうなの？そのリーバイス好きとか G 版好きな人からすると、何点かなって感じの。俺は全然わかんないから、オシャレじゃないから。
何点なんだろう。ビッグイーって言うんだ。あ、最近の高い買い物は棚を買って後ろ本棚がぶわってこう、欲を言えばメイドイン USA シリーズ、それ6万とか7万とかするじゃん、それはアメリカ行った時に買うわ、それはアメリカ行った時買うわ。これはメイドインメ、え、どこだっけ、どっかって書いてあったよ、地震は大丈夫。パーテーションついてるからストッパーが上についてるの分かる、黒いストッパーがついてるでしょ、だから倒れない、耐震補強になってる、こっちは耐震補強になってる、あそこは。スチールラック、これ2万円だったね、天井まであるスチールラック2万円で、そうそうそう。で、俺は、ここに釈迦を置いておきたかったの。リスナーさんに釈迦見れるし、釈迦も心配だから。漫画の量まだまだあるよ。まだまだある。詰め込んでるだけ。まだいっぱいあるよ。読書すごい。漫画オタクで、所蔵、過去持ってたのが2000冊ぐらい。2000冊も部屋中漫画だらけで、漫画喫茶って呼ばれてて。で、多分読破した漫画の量が2万冊。だから漫画語らせるとうるさいよ、俺。めちゃめちゃうるさい。本は落ちてくるだろうね。本はどかどか落ちてくると思う。まあそうだろうね。何の漫画？俺がおすすめなのは、どんな漫画？なんか、音楽でも映画でも漫画でもそうなんだけど、その作者が何を言いたいのか、絵が上手いかとかストーリーがどうこうっていうのも大事なんだけど、それって後からついてくる技術なんだよ。そうじゃなくて、初心の頃に、やっぱね、一番最初の漫画の時にね、出るんだよ。俺は、こうだみたいなのが、そういうのがすごい好きで。一番好きな漫画、あんまりね、1番2番3番って言い方は好きじゃないの。なんでかっていうと、順番つけると他の作品がダメだってことと勘違いされるから。まあおすすめの漫画っていう意味で言ったら、まあ僕らのっていう作品すごく面白いよ。あとボーイズオンザランとか、あと古谷実の作品とかは、まあ、やっぱ神がかってるなと思う。少年漫画も大好きだけど、古谷実作品はハズレがないっていう。しかも大体4冊ぐらいで終わるから、ストーリーのその完結のさせ方に無駄がないっていうのかな。天才だと思ってる、古谷実は。特にサルチネスなんかもう最高傑作だなと思ったよね。秘密も良かったね。秘密はね、そのダーク系に走った。要は、お笑い漫画のもう金字塔になったわけだよ。稲中卓球部とか、僕と一緒とか。で、あの作風を捨てたっていうのがすごいなと思って。そのダークホラー系っていうのかな。秘密はその作品だから。あれ、牛島くん大嫌いだね。あ、知らない、小林ドーム。面白いの。やめてないよ、1万人リアドズの旅は。ヒメアノールもいいね。俺はやっぱサルチネス、秘密、あたりが好きだけどね。あと、グリーンヒルとかね。いいよね。なんつうんだろうな。作風が変わっても面白いっていうのは異常なんだよね。2点3、要はね、作風が2回変わってるんだよ。古闇の。いろんな漫画が、なんか、ただ詰め込んでるだけなんだよ。後ろにバーっと。あと、やっぱり僕らのが面白い。そういうのはおすすめかな。稲中と秘密は全く違うよね。全く違うのに両方とも面白いって異常だから。BB。
だ作風っていうか設定とかが全く変わらないで有名な足立みつるじゃん。もう、なんつうんだろう。ボクシングと野球と恋愛なんだよ。シガテラはあんま好きじゃなかったな。ハズレだと。俺はハズレに感じた、シガテラは。キャスバー2回目じゃん、便所さんが行くのは。なんか、キャサリンに会いたくなくて行けなかったんだって。キャサリン辞めたんでしょ。なんか行けるようになったんだ。キャサリンが苦手だったらしいよ。なんかあったんでしょ、昔、いざこざが。なんか、便所さんこれから顔出すんじゃないかな。まだいるんだ、うん、嘘じゃあいざこざ解けたのか、和解したのかな、うん、いざこざ解けたのかもね。ほら配信者同士の仲いい仲悪いとかあるからさ。じゃあ俺の勘違いだったかもしれない。どう思いますか。底抜けに面白いと思って俺絡んでよかった。憧れてて、俺もっと計算高くて、もっとなんつうんだ、エミさんタイプの人だと思ってたの。要はプロ意識が高くて超頭が良くてバカキャラを演じきるタイプだと思ってたの。まあすごかった、あってよかった、底抜けマジかと思って、計算なし、あれ本当にああいう人なんだと思って、すっげえ楽しかった。セキシンゴやっぱレジェンドは違うと思って、本当に同い年なのかなと思って、なんかねやっぱ環境が育てたんだよね多分、秩父が生んだ天才、うん、俺はすごいと思ったよ。もうなんか噛み合うか噛み合わないかすげえ心配だったんだけど、コラボしてよかったと俺は思ってる。だからまあシンゴさんがどう思ってるかは、ピュア本当に底抜け。ピュア。マジで良かった。俺もう、だって家帰ってきてずーっとなんつーの。もうずーっとニヤニヤしてたもん。面白くて。慎吾さんが面白すぎて。なんかもう、なんつーんだろう。たけしーさんいらっしゃい。いやー、感動した。なんかこういう人がすげえんだなって本当に思って。あ、やっぱ本物は違うわって。レジェンド。なんかニコ生のあの黄金期に大手になった人は、なんか、こんな感じなんだと思って。逆に感動した。すげえと思って、うん。本当になんか、なんて言えばいいんだろう。これ本当なのっていう、うん。しかも、オチまで考えてみても、なんかもう嘘みたいな話じゃん。なんかその好きな人がいるって言ってさでなんか振られちゃったとか会いたいとかさ、今考えると神がかって面白いわけじゃん。そう、俺はその関さんがストーカーとかのことを知らなかったけど、よくよく考えるとその慎吾さんリスナーからしたら願ってもない流れじゃん。なんつうの、まさにもうこれはめられてるんじゃないのみたいな、うん、これ台本だろうって言いたくなるのがわかる。なんかそういう神がかったものを持ってる配信者だと思ったよ、俺は。すげえな、みたいな。いや、でも、いや、背中を押したのは別に間違ってはないと思うんだよ。
別に好きだったら会いに行くべきだし。ただ、まあね、念書書いてる時点で会いに行くのはどうかと思うけど。でもそれくらいやっぱ本気で好きだったんでしょ？慎吾さんは。俺は、なんだろう。自分の気持ちにやっぱ嘘つくべきじゃないと思ってるから。会いたい人に会って愛の告白をすべきだとは思ってるけど。まあ、今回のケースは特殊な例だよな。ちょっと無理があるよな。いや、本物だわ。すげえよかった。会えてよかった。またなんか機会があったらぜひ絡みたいなと俺は思ってるけど。まあ、慎吾さんがどう思うかだよな。なんか、その、鮫島さんとか他の人がすげえポンプ入れてたから。うん。昨日コラボしたんだよ。うん。で、逮捕されかけたの。昨日コラボしたのね。慎吾さんと。で、それも、しかも、何でも関係ないところで心霊写真とかになっちゃうのよ。だから神がかってるんだよ、本当に。ツイッター見てみたらわかるけど、慎吾さんとコラボ中に、秩父の山奥から所沢向かうところに、その、ストーカー相手の顔にそっくりな心霊写真が写ってるのよ。いや、俺は会いたいと思ってるけど、慎吾さんが会わないって言うだろうね。もうオファー受けるだろうね。だって、慎吾さんからしたら和道もはめたって勘違いするでしょ。持ってるんだよ、やっぱり。完全に持ってる配信者なんだよね。レベルが違う。レアポケモンなんだよ、やっぱり。レアポケモンで強いんだよ。もう一回逮捕させろ。いや、だってさ、知らなかったんだもん、俺。本当に。そうそうそう。昨日は結構盛り上がったんだよ。にゃ、おやすみ。じゃあ、アイテムタイムです。応援してくれる人はアイテムください。よろしくお願いします。1時間に1回アイテムタイムを設けております。ツイッターフォローがまだな人とかね。ぜひよろしくお願いします。 Twitter のフォロー、 Facebook のフォロー、 YouTube もチャンネル登録よろしくお願いします。メリンコ、クロウロン茶ありがとう、ありがとう、ありがとう、アイテムありがとう。いや、面白かったよ。匿名さんありがとうございます。匿名さん、クロウロン茶ありがとう。ナートビありがとう。匿名さんありがとう、ありがとう。お、来た！ランニングマシーンありがとう！ランニングありまし、ランニングマシーンすげえ、ありがとう！うん。ありがとうございます。すげえ、すげえ、すげえ。うんこプレゼントありがとう。小突きタイム、小突きタイム。うん。ご褒美ケーキ35個ありがとう！ありがとう。ありがとう。すげえ、ランニングマシンありがとうございます。あざーす。アイテムいいな。配信者やりなよ。配信やるべきだよ。花火ありがとう。シンさん、花火ありがとう。ありがとうございます。はい、皆さんアイテムありがとうございました。アイテムタイム終了です。あのね、なんか雑談中にアイテムねやるよりも、やっぱりそのなんか雑談楽しんでもらって、まあ1時間楽しかったらチップあげるかっていうのが一番理想だなと思ってるんで、アイテムタイム設けるようにしました。うん、俺もこれで飯食ってるからさ。さすがに、アイテムなかったら生活できないもん。うん、あれ？音止まった。なんだ？あれ？なんで音止まんの？ん？ん？バグった？なんだ？なんだ、なん止まるんだろう。なんだろう？なんか止まるな。
よいしょ。治った治った、うん、なんで赤信号みたいなゴミを持ちあんだけ持ち上げるんだ。俺だったら持ち上げてる途中で赤信号をボコボコにしてしまいそう。あー、なんだろうな。俺はあの配信の世界入ったの4年前なんですよ。で、やっぱりその4年前もトップスターだったのね、慎吾さんは。だから俺からすると憧れの配信者の一人であるから、なんだろう、サッカーやってる人がさ、サッカーの選手に憧れるのと一緒だと思うんだけどな。その自分がスポーツを始めた頃トップスターだった人に会えたら嬉しくないっすか。で、その、なんつうんだろう。自分がそうじゃなかったら、あれかもしれないけど。配信者としての関慎吾はね、やっぱりその、俺はなんかもっと計算高いタイプの男だと思ってたの。要はその、カメラ切った瞬間に打ち合わせを始めて、僕はこういうキャラですからこういうことはしないでくださいみたいなことを言いそうなタイプだったの。要はその、頭でっかちなタイプっていうか、じゃないと、あんなにその神がかった面白いことにはならないだろうと思ってたの。要はなんか、苦手なタイプだと思ってたの。実はあったら超ド天然タイプだったの。その計算一切なしで本当にピュアボーイっていうのかな、純粋な人で、マジかって、嘘だろっていう連続だったの。俺にとってはこれ本当なのみたいな、こんな人いるのみたいな、もうだから驚きの連続っていうのかな、わかる感覚。その配信で見てるまんますぎて、カメラ回ってない時もなんか、いやーこの道通ったんですよと。だってさ、警察に止められてるわけじゃん。今考えたらだよ、今考えたら警察に2回止められてて、念書も書いて、あなたストーカーだからねやってるのって、次逮捕するよって言われてんのに、いやー僕彼女のこと好きでこの道何回も通ったな、懐かしいなってやってるんだよ。いやー同業者として格は違うでしょ、明らかに。向こうはレジェンドなわけじゃん。で俺なんかさ、いわゆるさ、言っちゃえば、まあ、その、名前はまあそこそこ通ってるけど、なんかトップかって言われたらトップじゃないじゃん。最近評価され始めて、なんかチヤホヤされてるけど、俺からしたらさ、3年間みそかそだったのよ。でしょ？それをみんな知ってるわけじゃん。で、最近ちょっとさ、捨て頃頑張ったねとかさ、だんだん閲覧伸びてきたねって可愛がって、飯食えるようになったねとか言われてるぐらいだから、これからの人じゃん、俺って。そっからしたらさ、格は違うでしょ。それはリスナーが認めないでしょ。いや、本当に、もう天然。いや、たまたまの連続、そう、だから持ってるんだよ。本当に。だから俺はすげえなって思ったよ、本当に。マジか、みたいな。これはリスナーほっとかないわ、っていう。しかもさ、ある意味さ、ニコ生のあの時代を生きた人って戦国時代なの。もう、超配信者が面白いやつがいっぱいいて、その中でトップ張ってたような人じゃん。それを考えたらやっぱこんなレベルなんだって思ったよ。今はさ、たまたまふわっちであんまり閲覧が伸びなくなってるだけで、俺だからもったいないって思ったもん。この人なんで、むしろ1000人ぐらい常に集めてないとおかしいでしょっていう。だからたまたま今は不遇なだけで、面白さは底抜けだと思ったよ。本当に。よっさんぐらいの閲覧ないとおかしいよ、やっぱり。まあ。まあ、いろんな意見があると思うけど、俺はすげえと思った。本当に。タイプが全然違かった。似たようなタイプだと思ってたんだよ。計算高いと思って。だけど、まあ、そんなに悪くないコラボだったと思う。なんか、慎吾さんのファンも、ぶっちゃけリスナー離れてたわけじゃん。ラジオ配信とかで。で、元気のない慎吾さん見るよりも、なんか元気な慎吾さんが見たかったわけじゃん。はしゃいでる。だからそれも引き出すことができたし、だから昔のリスナーいっぱい帰ってきたはずなの、慎吾さんのところ。俺らはこういうのを待ってたんだよ、みたいな。で、俺も俺で、慎吾さんのリスナーさんに、あ、ワドありがとうなって言ってもらえたし、俺は俺で売名できたわけだから、だから、まあ悪くないコラボだったんじゃないかなと思ってたよ。
それは後半ね、セナさん。俺も慎吾さんも寝てなくて、後半ね、最初の頃のタイムシフト、一番最初のタイムシフト見たらめちゃめちゃ話盛り上がってるから。うん。いやー面白かった。仕事できないよ、慎吾さんは。無理だよ、あんなの。ただ配信者としてはピカイチだった。うん。いやー、すごかったよ。警察から助かったみたいね。うん。いやー、最高だったな。ただまあ、その、頻繁に絡むかって言われたら絡まないけど、またやってよって言われても、半年に一回とか、なんか、そういう感じで、まあなんか機会があれば、またなんかコラボ、面白い企画やりましょうっていう風にやっていきたいかな。うん。ずーっとビタビタで絡むタイプとは違うなとは思ったけど。今後コラボしたい人はまさに香川さんで、実は、その、有名配信者で会ったことない人って、関慎吾さん、香川さんの二人だったの。この二人に会えてて、しかも実は、香川さんのお店で一日店長をやらせてもらうことになってるから、夢が叶ってますね。うん。浅井さんとはまたタイプが違う。あのね、天然とか気違いタイプじゃないの。もう本当のピュアボーイなの。要はね、もう、ある意味心が綺麗すぎるっていうか、浅井さんはもうぶっ飛んでるイエス・キリストみたいな感じなんだよ。いや、成人なのも。気違いだよね。だから。ほんと、いい人すぎて気違いのタイプなの。浅井さん系ではない。そうじゃなくてピュアなの、本当に。喜怒哀楽を隠せないのよ。だから、なんて言うんだろう。警察行くときも、ああ、和道さん、逮捕されるかもですね。和道さん、ああ、とか言って、なんか、警察の人怒ってるのに、ああ、行くよ。こっち来てって言ってんだよ。あ、お別れですね、和田さんって言って、大丈夫かな大丈夫かなこれとか言って、普通にニコニコしながら、さよならって。逸材なの、本当に。うん、いや、面白かったよ。うん、大丈夫かなみたいな。うん、すげえ面白かった。ありえないじゃん。もっと緊張感あってすいませんでしたみたいな感じじゃん。なんでだろうなんでだろうみたいな。うん。大丈夫かなみたいな。朝お疲れ。花火ありがとう。いやー、天然だよ。天然。想像できるっていうか、もうカメラのまんまだよ。本当に。配信切れてたもん。うん。にゃん太郎は脱。うん。想像できるでしょ、まあ、あのまんまなの。で、警官に言われたのがもう二度と関わらない方がいいよって。インターネットで関わる分にはいいかもしれないけど、あの人とリアルに関わったらダメだって本気で言われた。うん、いや、あのね、引き出したんじゃなくてきっかけになっただけだよ。たまたまだよ。たまたま。うん。俺が引き出したとかそういうんじゃないのよ。たまたま。慎吾さんが持ってて。で、ぶっちゃけな話、慎吾さんってふわっちで新規のリスナー掴んでないのよ。そうじゃなくて、もともといた客層をふわっちに引っ越させただけなのよ。だから、ふわっちの配信者とかリスナーさんがまだ面白さに気づいてないの。だからまだまだいけるよ。うん。逆に、あんな逸材をほったらかしてるの、すげえなと思ったもん。うん。まあまあまあ、配信者はね、配信者なんだなっていうか、とことん配信者なんだよ。まあまあいろんな人とコラボするよ。別に。俺は絡みたい人いっぱいいるから。自分の配信もちゃんとこうやってやるし。ホームグラウンドっていうか。俺は雑談屋さんだから。だからでもプレミア感あってよかったんじゃないの。その、ズブの新人が慎吾さんと絡んでも面白くないじゃん。正直。慎吾さんの面白さ絶対引き出せないし。誰だお前ってなるけど。まあそこそこ自分のリスナーも持ってて、キャリアも4年やってて。まあどんなやつかわかんないけど見てやろう。あ、意外といいじゃんみたいな感じだったんだと思うよ。あ、なかなかやんじゃねえかお前みたいな。慎吾のいいところ引き出したじゃねえかっていう風に俺は考えてる。そう、向こうのカッパ隊の人たち。まあ和道悪くなかったよ。頑張れよみたいな。まあその中で応援してやるよって言ってくれる人もいたし、和道見てみるわっていう人もいたし、まあ和道嫌いだったけど、フォローするまでもないけど、まあ追っかけるわけじゃないけど、またよろしくなみたいな空気っていうか、
香川さんの一日店長はね、来月の中頃、中旬ぐらいな感じを予定してる。うん。あ、そうなんだ。新規の人なんだ。まあ、ネームバリューが半端じゃないかんね。うん。関さんは。コラボ主じゃないよ、全然。雑談だよ、ずっと。むしろコラボ少ない系だよ。うん。ヒカルくんとは、ぶっちゃけ俺ヒカルくんの放送一回も見たことないに近いのよ。そうじゃなくて、ヒカルくんと初めて会った時、閲覧200の小僧だったのね。で、あ、こいつ、すげえいいやつだと思って、普通に友達って感じ。俺放送見ないんだよ。シンゴさんは見てたけど。だから、普通に、あ、最近人気の子でしょって思ってたら、すげえいいやつで。あ、うん、友達になりてえなと思って。だからね、ヒカルくんは配信者としてどうこうっていうよりもね、友達っていう感覚に近いかもしれない。うん、ぶっちゃけヒカルくんの放送見てない。一回も。たまに見るぐらい。だからファンっていう感覚はない。まあみんないいやつ。うん、どうだろう。嫌なやつもいるよ。やっぱ配信会には。俺も NG の人いっぱいいるもん。もうこいつとは関わりたくねえなとか、あ、こいつとコラボなんか絶対嫌だわっていうやついるよ、正直。まあ名前はあげないけど。俺がよく見るのはうなちゃんマンかな。あとドレさんとか。好きって言えるのはドレさんとちゃんマンぐらいしかない。あとやっぱ面白いなって思って見ちゃうのはゆいがさんだね。だから本当に好きなタイプ。あとみどりさんかな。最近見ないけど、まあ、いつ見てもやっぱみどりさんすげえなっていう。だって俺さ、あれだもん。もともと、普通さ、配信のファンで配信者になるんだよ。誰々さん見てて面白かったから俺もやってみようみたいな人いっぱいいるんだけど、俺はね、あの配信の世界全く見たことなくて、リスナー歴ゼロで配信者から先にやっちゃったの。うん。だから、野田総理は、ゆうたいらっしゃい。うん、野田総理ね。金梅さんは、だって俺、金梅さんなんかさ、ニコ生でデビューした時、本当に神様だったんだよ。今じゃねえ、ボアドくんつって、やってくれるし。ヨッサンもそうだよ。ヨッサンも金梅さんもさ、もう俺からしたら神様みたいなもんだもん。頭上がんないよ。大先輩だよ。すごい人たちだよ、やっぱり。で、今ではさ、名前覚えてもらえて、ねえ、ワド君ってネタ振りやってくれるんだから。うん。野田君苦手っていうかね、なんか、勘違い系は好きじゃないんだよね。なんか、配信の狭い世界で、俺すげえ、俺すげえってやってるやつ、俺嫌いなんだよ。くだらねえと思ってて。閲覧が多いから何なんだよと思ってて。こんな、気違いばっかりやってれば、閲覧なんて増えるじゃん。だからね、なんかね、その配信会とかで人を見下したりとか、俺そういう態度って見てるから、配信者としてはすごいと思ってる、正直。ただ人としてはもう格下だと思ってるね。それこそゴミクズだと思ってるから、うん、野田と絡もうとは思わない、うん。うちのね、ファンの人たちは、野田みたいなやつ大嫌いだから。バエさんはデビューから全盛期だったからね。俺あれ見てたら、もうやっぱ、レベル違うなと思うよ。あ、いいやつとは思わないよ、自分が、シロさん。初見さん、ありがとう、コメント。もしよかったらフォローしてね。うん。モテる男の話など聞いてみたいよ。あ、モテる男は、あれだよ。女の子が何を求めてるか分かる子だよ。うん。あと、清潔感。この二つだと思うよ。顔がいいとかお金があるとかじゃないんだよ。女の子が今何をしてほしいか分かるやつがモテるやつなんだよ。こんばんは、アメリカ人いらっしゃい。野田とは絡まないかな、もう。配信者と人としては別会見。いや、違う違う、配信者としてはすごいと思うよ。閲覧もあるし。だから俺は格下だよって認めてんの。だけど、人として嫌いっつってんの。わかる、うん、人として尊敬できるところが一つもないっつってんの。配信者としては実力は向こうが上ですよ。だけど俺は会いたくないっつってんの。うん、絡みたくもない。
さっきよっさんの枠で和道さんと競馬コラボしてみたいなの言ってました。ああ、そうなんだ。うん。いや、トークは別に、凄まじいとかじゃないと思うよ。別に普通に、俺中卒なんだよ。だからみんなより学歴がないし、語彙力がないの。要は国語辞典の中に入ってる単語が少ないわけじゃん。みんなはその、国語を学んできたわけでしょ？英語も数学も。俺だからサイン、コサイン、タンジェントがわかんないんだよ。バカでしょ？サイン、コサイン、タンジェントの意味がわからないってさ、世間一般ではバカなんだよ。だから俺はバカだと思うよ。ごめんね、AV 男優さん、野田通りの話したいんだったら向こう行ってもらえないかな。うん、俺別に彼に対して何にもないから、ごめんね。うん。なんか、今150人見てるわけだからさ、イライラしたくないし、みんなで楽しいトークしたいからさ、野田の話したいんだったら野田のなんか、ところ行ってもらいたいな。うん。そうだね、なんか、何でも喋るかな。のんちゃん、のんちゃん、ジュストって、モンスター。うん。いや、何でも振ってもらえたら何でも話して、俺はなんかリスナーさんのことをリスナーっていうか、なんか俺の感覚なんだけど、中学校の頃とかさ、学生の頃ってさ、コンビニの前でたむろして、朝まで3時間とか話したことない？みんな。あれもう明け方だとかさ、3時間もここで喋ってるわみたいな、そういうなんかそういうのがすげえ楽しかったの。だから俺の部屋にみんなが来てくれて、なんかこうなんかもう好きな人と話してるだけっていう、一人一人いるわけですよ、画面の向こうに。だからそういう感覚、みんなでなんか金かけないでなんか遊ぼうぜみたいな、食べろうぜみたいな、なんか友達といるって楽しくない？そういうのが俺好きだったの。ケピー、うなちゃんマン面白いよね。うなちゃんマン大好き、大好きっていうか憧れっていうか、俺は自分の完成形がうなちゃんマンだと思ってるから、足元にも届かないけどね。そう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 、やっぱりさ、なんか長くなってくるとあの時ああだったよなとかなるじゃん。例えばビュンビュン丸さんとか最近のリスナーさんかもしれないけど、そういえば4年前の関慎吾とのコラボも笑えたなとかあるじゃん。そういう感じよ、なんか一緒に生きてこうぜみたいな、うん、友達と喋ってる感覚、気のいい仲間だと、それが俺を究極系だと思ってて、なんかみんなと一緒に同じ時間を共有して、なんかこう思い出作っていって、バカみたいなことやって、なんか笑おうぜみたいな。友達だよ、本当に。学生の頃とかいろんななんかバカみたいなことやったじゃん。そういう感じ。だから大人になれない、みたいな。あ、マシマさんいらっしゃい。どうも。だからその、なんつうんだろう。いろんな人と出会っていたいろんな関わりが出てくるしさ。これからみんなと一緒に、逆に俺はもうリスナーさんともコラボすることいっぱいあるぐらいだから、うん、フォローありがとうヌーさん、うん、女心分かってないっていうか、なんつうんだろう、ドレさんはね、役者になっちゃったんだよ、プロレスラーなんだよ、やっぱプロレスなんだよあの人は、自分がプロレスラーなの、それはいい意味も悪い意味を含めて。で、俺は正直言うとプロレス嫌いなの。もう、なんつうの、プロレス見てて、これ本当かよとか、真剣勝負じゃないじゃんっていうのは野暮だよって言ってたの、ドレさんは。俺はでもドレさん、なんつうんだろうな、本気のドレさんが好きだったから、なんかくだらねえ小細工やってると萎えちゃうタイプの。なんかバッキンガム宮殿がどうのこうのとか、なんかキレゲーとか、煽りゲーとか、そういうのは萎えちゃうの。お約束じゃん。お約束は嫌いなんだよ。俺は予想外の本当の神回が見たいタイプだから。本当の生き様がかっこいいやつ見たいタイプだから。なあ、ちょっとドレさんに期待しすぎなんだろうね、俺は。
だから言っちゃえばなんで俺は関慎吾すげえっていうかっていうと本物だからなんだよ。浅井ゆき子見たでしょさっき。本物なんだよ。のんちゃん見てる。本物でしょ。俺本物が好きなの。やべえやつが好きなの。要はテレビに出しちゃいけない人が好きなの。そう。そう。絶対世間様には見せられないようなすげえやつに会いたいんだよ。それが俺とドルさんの違いだよ。本物だけしかいらない。俺の周りには本物だけいればいいっていう。偽物はいらないんだよね。で、俺はプロレスラーは偽物だと思ってるから。うん、ああ、まあ、下ネタばっかは引っ張りすぎだよな。下ネタも別にたまにはいいんだよ。ただね、15分ぐらいでいいんだよ。うん、いろんなね、話をできるように。盛り上がってるんだったらいいよ。2時間、3時間でも。でもドルさんの下ネタ2時間やってもさ、コメント止まるだけなんだもん。誰も求めてないね。ドルさんが話したいだけでしょ、あれ。俺のセックスはすごいって言いたいだけなんだから。そう、リアルっつうか、もう本物しかいらない。俺の仲間には。本当にやべえやつだけでいい。やばいなっていう。これはやばいなっていうさ。そういうのが好きなんだよ。あのね、最近ね、本当なんだけど、これ嘘みたいな話だよ。本当なんだけど、あのね、俺人生最高に楽しい時なの。みんな、俺すごい辛い時期がいっぱいあったのよ。もう死のうかって思ってることも何回もあるの。本当に死のうと思ってること何回もあるのよ、人生。今ね、悩みが一つもないの。で、毎日が楽しいの。毎日がワクワクしてて、もう生きてるだけでもう最高なんだよ。だから解放とかそうじゃん。解放本物でしょ？もうこんな恵まれた人生ないんだよ。欲しいものは手に入るし、いっぱい仲間いるんだよ。だってさ、みんな今から食べろうぜっつったらさ、100人、200人集まるんだよ。気のいい仲間が。で、買いたいものも買えるし、行きたいところにも行けるんだよ。俺は今自由なんだよ。無敵なんだよ。敵がいないんだよ。最高の人生だよ、本当に。うん。いや、よかったよ、配信者になって。ストレスないの。寝たい時に寝て、だから、本当にいつも言ってるけど、好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやるって言ってるけど、叶ってるんだよ、俺。俺、本当に好きな時に好きな場所で好きな人と好きなことを好きなだけやってるの。最高の人生じゃない。だから確かに収入はさ、その億万長者に比べたら少ないかもしれないけど、その億万長者にストレスあるはずなんだよ。ないんだよ。アンチブロックしてるもん、全然。全然。で、俺2チャンネルとか雑談たぬきとか見ないから、全然平気。うん。全然平気。ストレスないよ。だってさ、俺さ、収入50万って言ってたじゃん、月収。それが今60万だよ。やばくない？俺ちょっと引いてるもん。月収60万だよ、俺。やばいでしょ？やべえよ、ほんとに。一日遊んでたら2万円稼げんだよ。楽しいに決まってるじゃん。遊んでるだけで2万円稼げるんだよ。います？周りにそんな人。ただ毎日楽しいことだけやってたら毎日2万円入ってくる人います？いないっしょ。最高だよ、本当に。マジで最高でしょ。だけど俺にも苦しい時あったんだよ。3年間1円ももらえない時期があったのよ。もちろんその支援してくれてた人もいる、支えてくれてた人もいるのよ。だけど俺はその人にお礼が言いたい。本当に。ミュールとか、たくみさんとか、レクチとか、ハッチとか、ナオさんとか、あと、姉ちゃんとか、いっぱいいるんだよ。もういなくなった人もいるんだけど、支援者で。俺が稼げない頃から頑張れよっつってお小遣いくれてた人におごりてえもん、飯。悩みない。だって、
本当に俺びっくりしたんだけど、ジーパン、リーバイスショップ、リーバイスショップって言って、リーバイスショップに行くこともなかったの。だから行くじゃん。スタート。パンツ欲しいんだけど、パンツどこっすかって言ったら、2階です。で、店員さんに、黒いジーパン欲しいから全部出してって言ったんだよ。これ俺の生活じゃ考えられないの。まずユニクロに行って、どれ買おうかな、値段表見て、来月だなってやってたのが、店員普通にやってんの、自然と。ジーパン欲しいから、値段関係なく全部出してって。で、店員さんが全部並べんの。ジーパンを。ねえ、のんちゃん、本当だよね。持ってなかったよね。普通だったよね。で、値段見ないでバーって並ぶじゃん。ブワーってジーパン並んで、うん、じゃあこれ全部試着するから、試着室どこっつって。で、一番高いやつ履いたの。で、他の履かないで、これ気に入ったからこれ買うっつって。うん、過去の生産っていうかもう倍返しだよ。自分で考え、今考えるとだから、なんか嫌なやつだよ。なんか嫌なやつだよ、本当に、うん。値段見なくなったんだもん。高くても、お、これかっけえわ、みたいな。あ、それ一番いいやつですよ、みたいな。いくら27,000。あ、じゃあ買います。そうだよ、段ボール引いて寝てたんだよ。俺、この部屋に何にもなくて、段ボール引いて寝てたんだよ。布団なかったの。段ボールを床に引いて、何にもない部屋で凍えて寝てたのよ。それよ？ちょい1年前まで。1、2年前まで。楽しそうだね。楽しいよ。楽しいよ。最高の人生だよ。で、この前なんか、あ、銀行に手持ちの財布ないから銀行行こうと思って、あ、いいや、コンビニでいいやと思って手数料かかったもん。つったら、お金が振り込まれてんのよ。え、何この金って。本当だよ。銀行に行って、金、うん、3万ぐらい入ってるだろうと思ったら5万入ってんのよ。え、何この金ってなるじゃん。いいわと思って。まあ、誰か振り込んでくれたんだろうと思ったら、普通に、今日、さっき放送中に何の金だったんだろう調べたら、Google から入ってるのよ。最高じゃない？うん。うん。いや、今、全然超楽しいよ。まだまだ稼ぎたいし、本当に億万長者見えてきたと思ってて。うん。マジで億万長者なってやろうと思って。もうそれこそ、なんか、なんつうの、ランボルギーニショップとか配信で、なんか雑談してるんだよ、こうやって。うわ、車欲しいよなって言って。で、ランボルギーニショップ見えたから、あ、このまま買っちゃおうぜってやりたいの、俺は。かっこよくない？そういうの。青山とか、なんか、表参道とかで配信ふわーってやって、なんか、お前服ダセーから服買えよって言って、あ、わかったわって言って、ヴィトン入って。で、全部出して、って、全部着るから、つって。やりたくない？そういうこと。なんか、考えたくないの。うん、欲しいものをパッと買いたい。いや、諦めなくて本当によかった。その、思い描いてた自分なんだよね。思い描いてた自分。いや、免許なんかいいじゃん。のんちゃんに運転してもらえばいいじゃん。たくみさんとか。たくみさんって今から来てって。ランボルギーニ運転してっつって。そういうバカっぽいことがいい。遊び倒したいの。そうそうそう。大人が遊ぶと本気で遊ぶと仕事になるんだよ。俺はこれ信じてて、やっと具現化しちゃうんだよね。だから俺は億万長者になるし、そのランボルギーニの嘘みたいな話本当に変えようと思ってるから。頑張るとは違うんだよね。俺頑張るんじゃないんだよ。ただ遊んでただけなんだよ。本気で。ただ人よりも本気で遊んでたんだよ。だからボクシングもトレーニング頑張ったねって言われるけど、トレーニングじゃなくて遊びなんだよ。俺からすると全部が。全部が遊びなの。うん。だからとことん遊んで、みんなと遊んで、で、遊んで面白かったらアイテムくれるじゃん。いや、ワド面白かったよ。バカだな、お前って。そういう感じになりたい。もっともっとバカになりたいっつうか。もっともっと最高なバカになりたい。うん、とことん遊びほうけて、なんか、もう海賊みたいな生き方したいね。うん、なんかそれで、なんか子供たちに、俺はうなちゃんマンを見てそう思ったの。うなちゃんマンを見て、なんか俺もこういう自由な生き方したいと思ったんだけど、あの時の俺は間違ってなかったよ。うん、あの時の俺も、うなちゃんマンも間違ってなかったよ。今の俺の生活は、うなちゃんマンが背中を押してくれたんだもん。うん、いや、なんつうんだろう。いや、なんだろう。うん、1000万溶かしたとか、ギャンブルとか、なんかリスナーさんと、
リスナーさんも楽しめることやりたいよね。なんか自分が楽しめることじゃなくて共有したい。なんかみんなと作ってきた歴史だから、これはその貧乏な頃も今も一緒なんだよ。だからその今日はたまたまそのリーバイス買ったっていう話だけど、三脚買ったわって話だけど、昔のリスナーさんからしたらさ、変わったなって感じじゃん。昔から応援してた時からすると、お出世したなおいみたいな、ウェーイみたいな感じだけど、こっからさらに億万長者になるか、一緒に作る歴史じゃん、みんなと。だから楽しみだよ俺。佐野に佐野に分かんないよどうなるか。本当にこいつが、だって生活保護者がさ月収50万超えるってなかなかないぜ、うん、後輩に託す。だからキッズができてさ、和道さん、僕和道さんの配信見て配信始めたんですよっつったら、やっぱさ麦わらのルフィなわけよ俺からしたら。で俺がシャンクスなわけだ。でこうやって帽子を託したわけでしょ、麦わら帽子を。じゃあお前にこいつを預けるって。だから和道さんで配信始めたんす、僕も和道さんみたいに億万長者なりてえすっつったら、じゃあお前にこのメガネを預けるっていうところで、そういうのも面白いじゃん。グランドラインで待ってるからよっつってそういうのも楽しくない、うん、あ島も買う。今月収60万ね俺全部合わせて、うん、そういうバカっぽいのがいいじゃん、うん、なんかドラマだから。そう、漫画みたいな、嘘みたいな話なんだよ自分の人生が。だからまあ楽しんでいこうかなと思って。人生一回しかないわけだから、俺みたいなアホがいた方がいいんだよ。のんちゃん、これ水濡らして、うん、赤髪の和道ね。だって俺なんか才能がある方じゃないんだから、それはみんな知ってるわけじゃん。とびっきり天然なわけでも、とびっきり面白いわけでも、とびっきりトーク力があるわけでもないんだよ。だけど誰よりも放送時間長くやってきたし、誰よりもリスナーさんに対する愛情深いよ俺は、うん、まあ四皇通貨、まあ今ぶっちゃけ俺は七武海ぐらいだろうな、ワンピースで言ったら。ワンピースで言うところの七武海入りは果たしたぐらいじゃん、うん、グランドラインには入ってるよ正直、うん、まあだから海軍で言うと中将クラスっていうか、それこそイーストブルーで頑張ってたんだよ俺は。なんかちっぽけな海賊と戦って、名のない海賊を戦って破れて、それでも諦めなかったよ。そうだね、海賊寄りだね俺は。そこそこ名前も上がってきたし、こっからが楽しみだよ本当に。自分の人生、仲間もいっぱいできたし、そう、ミュールとかさ、たくみさんとかレクチとかさ、そう、みんなで良くなりたい。俺は和道を信じてだよって。あ、別にキャスバーなんだろうな、キャスバーね、うん、後輩で注目してるのは、柏木と石野康介っていう、石野康介はまあ、ふわっちで、閲覧10人ぐらいしかいないんだけど、俺はまあ、こっち側に来る人間だと思ってて、石野康介は。俺はだから、待ってるかな。うん。なんでかっていうと、柏木の復活も待ってる。この二人は待ってて、荒野どころじゃないんだよ、才能は。俺が唯一配信やってて、こいつには勝てないかもしれないっていう。若手でこいつらが本気で配信者を目指したら絶対に勝てないと思ったのは柏木と石野康介の2人なんだよ。まあぶっちゃけ今勝ってるんだけど、だからこの2人かな、もう俺がとびっきり押してるのは、太鼓判押してるのはこいつらが本気になったらやばいっていう。才能だけで言ったら石野康介は特にズバ抜けてるから、俺は石野康介に早く、なんだろう、こっちの世界に来て一緒にバカなことやりたい。うん。キャスバー、うん、いやでもなんだろう、うん、本当にさ飲もうよっていう仲間だったら別に電話来るから、うん、なんか嫌なんだよね。別にヒカルくん友達だし、みんないるんでしょ。だから普通に楽しかったら連絡が来るはずなんだよ。
で、なんか相手の場を荒らしたくないから。じゃあ、向こうはだってもうリスナー1000人単位でいるんだよ。で、なんか売名しに来たとかもめんどくさいし、俺もイライラするし、向こうも俺が行ったら嫌だったら嫌だから。別にヒカルくんがさ、和藤さん今日飲もうよって言われたら全然いけるけど。なんか、俺も配信者だから人の放送壊したくないっていうのあるんだよね。俺も俺で壊されたくないし。自分で行きたい時に行くよ。さっきも言ったけど、好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやりたいの。うん、俺には170人の仲間がいるから今。それでいいんだ。別に閲覧増やしたくて俺配信やってるわけじゃなくて、みんなと楽しみたくて配信やってるからさ。億万長者達成の定義。ああ、ペンギンさんありがとう。いつも言うんだけど、なんか戦略はあるのとか、やり方はどうするのとか言われんの。根拠はあるのとか。そんなの一つもない。やり方がわからないから夢なんだよ。ただ俺は夢を諦めたことは一回もない。俺がやりたいとか、絶対達成するって決めたことは全部達成してきてんの、俺は。だから、諦めないだけ、俺は。やり方もわからない。戦略もない。だけど俺は必ず達成するって言って達成してきたから、俺にはできると信じてる、俺は。それだけでいいと思う。なんか売名とか言われるのすごい嫌なんだよね。普通に楽しみたいだけだから。俺は一番大事なのは誰と楽しむかだと思ってるから、みんながいればそれでいいかな。ぬこちぐらさん、風船ありがとう。もう正直困ってねえんだわ。売名とか言われると、イラッとするのはそこなんだよ。俺正直困ってねえの。自分一人でピンでやってきたから、別になんか荒野とかにもすげえ説教したんだけど、なんか、荒野に言われたことがあんの。なんか、和道さん、僕、閲覧取らせてあげますよって言われたんだけど、配信始めて1ヶ月のクソガキに言われたくないの。で、おめえなんかいなくても、こっちはさ、もう8ヶ月連続ピンで取ってきてんだよ。うん。金梅さんとかに言われるんだったら、お願いしますとかさ、ヒカル君に協力しますよって言ってありがとうって言うけど、荒野みたいなクソガキに、ポットでのクソガキにリスワン取らせてあげるなんて言われたら、ぶん殴りたくなるよ。もう本気で説教したもん。配信外で。お前てめえ舐めてんのかつって。お前ほんと閉めるぞつって。俺がどんな思いで配信やってると思ってんだよって。てめえみたいなポットでが、俺に上から目線で言うことなんかねえぞつって。マジで殺そうと思って。戦略というか和道さんの中でどうなったら、いやだから1年間放送をやって、1年後にここに札束があればいいだけでしょ。だから年収だから、億万長者。だから1億円ここに積むから。それだけ。以上です。そしたらもう誰がどう見ても億万長者でしょ。うん。ツバニャンとヒカルに売名してた？ツバニャンに俺会ったことないよ、セナさん。うん。あ、まあ絡んだこと、絡んだっつうか会ったことはあるけど、別に配信回して会ったことはないよ。トキワダツ、ルキアさんワダツ、こんばんは。初見さんありがとう。もしよかったらフォローして。荒野はほんと舐めてるよ。殺そうかと思ったよ、マジで。てめえが売名しに来たんだろうみたいな。まず勘違いしすぎだよ、あのガキ。お、こんばんは。あれ、コテハン変わった？深夜さんいらっしゃい。あれ、深夜さん、コテハン前近かったよね。いや、別に嫌いとかじゃなくて勘違いすんなよっていうのある。パンコとヒロシさんと岡山でオフした。あ、そうなんだ。いいっすよね、オフ会。楽しいっすよね。やっぱ好きな配信者と会って。やっぱ生で会った方が楽しい。それは怒るし、リスナーさんに対する侮辱なんだよ。それは。俺のメンツもあるんだよ。俺のメンツも半分。だけど俺のリスナー舐めんなよっていう。そう。おめえは1ヶ月間気違いして、売名して、ね、こうやくん、こうやくんって可愛がられてるだけなんだよ。俺とリスナーさんには絆があるの。苦しい時も、負けた時も、勝った時もずっと共有してきたの。いろんな修羅場をリスナーさんとくぐり抜けてきたんだよ。それをてめえみてえのポットでのなんだかわかんなくてチヤホヤされてるやつと一緒にするんじゃねえよって。うん。無理なものは無理。あ、世界になりきんさんいらっしゃい。いや、別に、いや、俺本気でなんか興奮してカッコつけてるわけじゃないの。まあちょっとその、
自分、いつも目標設定にするときの、これ夢の定義なんだけど、目標設定するときなんだけど、自分が叶え方が分かんないことを目標にしてんの、俺は。今の自分じゃ叶えられないことを目標設定にするぐらいがちょうどいいの、俺にとって。じゃないとさ、自己成長にならないと思ってて。だから生活保護の頃は配信で飯食うとかが目標だったの。で、ぶっちゃけ俺が月収100万って見えてるんだよ。もう半年後には月収100万に絶対なってるの。それじゃ面白くないのよ。やっぱり俺は自分が変わったなっていう、今みたいな、ジーパン、3万円のジーパン普通にポンと買っちゃったよっていうぐらいぶっ飛んで成功したいから、そうするとやっぱ億万長者なんだよ。まだ見えない。もっともっと3回も4回も変わらないとダメだから。リッキーさんいらっしゃい。うん。でも生意気な荒野も好きだけどね、別に。10年以内に約束してる。10年以内に俺は億万長者になるよ。約束する。うん。10年以内に億プレイヤーになるよ。配信でね。うん。おう、まこちゃん、携帯壊れた？いっす、いっす。ケンさん知らない。うん。いや、不可能だって言われることの方が面白いじゃん。不可能にトライしなくなったら男に生まれてきた意味がなくない？うん。俺は男の子だからさ、不可能に挑戦し続けたいのよ。だって億万長者なんか5万といるじゃん。うん。だって生活保護で月収60万配信でなるやつなんか見たことないでしょ。じゃあそれでさ、このまま億万長者になったら面白いじゃん。これGパン買ったの？さっき。このGパン。で、ワードいい買い物したな、つって。うん、3万円のGパン買ってきた。うん。荒野に褒められてる時点で和道くんもか50。和道くんもか50。どういうこと？世界の成金さん。あと、1万5000円の三脚また買った。鍵盤？剣って何？うん。鍵盤ってなんだろう。短パン履かないね。うん。短パン嫌い。リーバイスショップで豪遊してきたわ。なんか、それでリスナーさんに報告してたら、なんか、ヴィンテージは、リーバイスの E が小文字じゃなくて大文字なんだよって教えてくれて。ありがとう。マジでいい生活になったよ。電源と音量壊れて画面消えたらアウトなんだ。オッケーオッケー。いや、着心地いいよ、やっぱり。あ、頑張るよ。一緒に楽しもう。一緒になんかサクセスしようよ。みんなが金持ちになってくれないと、俺金持ちになれないからさ。みんなも億万長者になってよ。俺本気でそう思ってるから。俺一人で、億万長者になろうなんて思ってないよ。浅井さん帰った。後ろにいるののんちゃん、うん、だからみんながさガンガン稼げるようになって俺みんなの暇つぶしするからチップガンガンちょうだい。わかんない、うん、まあ今低迷中だからさ、うん、今は調子悪いんでしょ、うん、リッキーさんまたねフォローしてね。みんなフォローまだの人フォローしてください。あんたの計算が見えてる？よたもんさんいらっしゃい。どういうこと？何も計算してないけど俺。めんどくさいことはしないよ。お、ちよこわどついらっしゃい。まあまったり配信者だからね俺が。フォローありがとう。石野康介に目をつけた理由がわかった。もともとあいつ俺より上の配信者だから、たまたま落ち目なだけだから。うん。石野康介はすごいよ。まあ、いつか見せてくれるよ。結果出すよ。フォローしてる？ありがとう。そのうち気づくよ。みんなも。そうだね。吐き込んでいこうね。一生着れるジーパンだから。トキさん、バーガー5個ありがとう。
ツイッターまだフォロー。あ、いいよ。別にフォローしたいタイミングで。Facebook は友達申請、受け付けてるから5000人限定なんだけど、まだまだ5000人いかないから、300人ぐらいしかいないから、Facebook も繋がりたい人は繋がってください。友達申請、誰でも許可してるんで。申請もらったら必ず友達になれます。5000人まで満帆になっちゃったら、もう、受け付けません。Facebook は5000人しかフォローできないんで。そうそう、釈迦のカゴこっちに持ってった。ねえ、シャ。そう。そしたらね、釈迦が寂しいよって呼ばなくなった。向こうに置いてた時は、こっち連れてきて連れてきてって言ったけど、ここで一緒に寝てるから、この裏がベッドなのね。だから釈迦が泣かなくなったよ。だから近くにいると安心みたい。シャ、おいで。シャ、いていていて。ごめんごめん。うん、今出たくないって。キャスバーの配信に疲れたら和道さんのところに来てほっこりしてしまう。 BGM と和道さんの声が癒される。まあまあまあ楽しんでいってください。カゴは一緒。うん、カゴは変えてないよ。ツイッターはなんで検索したら、俺の、プロフィールページ見方わかる？リッキーふわっちのプロフィールページっていうのが見れるんだけど、そこに全部書いてあるよ。ちょっと待って、この URL 検索したら Facebook も YouTube も全部書いてある。だからプロフィールページ見てください。 URL 踏んだら見れるんで。で、全部フォローして、 LINE とかも書いてあるから。釈迦のカゴっていうか、パーテーションを組んだのよ。だから漫画がずらっとあるよ。メタルラック買ったんだよ。で、天井まで漫画。あ、カゴ一緒？で、そこの真ん中の棚に釈迦を近くに置いてあげたの。あ、一種のきっかけだったんだ。お、池袋北口さん、どうもどうも。小鳥預けようか、のんちゃんに託そうか、今迷ってて。のんちゃんは一応いいよって言ってくれたから、のんちゃんに餌と水をお願いしようかなと思って。うん、そうそう、天井まで漫画。天井までメタルラック。だんだん欲しいものが手に入るようになってきた。配信で夢をつかんだんだ。もっとでっかい買い物できるようになりたいけどね。あ、大丈夫大丈夫。倒れてきてもここに棚が組まれてるから、こっちには物落ちてこないから。俺に全部本が降りかかってくる。釈迦は大丈夫よ。釈迦は低い段に入れてて、ここの上に絶対崩れないメタルラックあるから。で、この天井、上にパーテ、なんつうの、耐震補強で上に天井に組んであるから、棚が倒れることは絶対ないの。棚は前に倒れない。絶対に。後ろにも倒れない。ただ本は落ちてくるけど、それは釈迦に降りかからないから大丈夫。全部計算してやってるから。そこは安心して。もちろん考えてやってるから。大量のスライムはその辺にどっかに転がってる。うん、釈迦家族だもん。俺だって考えてるよ。釈迦が死んだら嫌なの、俺が一番嫌だからさ。お、アリスだ、ワードツー。調子どうだアリス。インスト結構ねいいよねって言われてる。音と映像はかなり綺麗な方なんじゃないかな。他の配信者に。あんたがどうだ？俺絶好調だよ。俺は相変わらず絶好調だよ。あ、ありがとう、リッキー。うん。ふわっちだけは、LINE 許可は、ふわっちから来た〇〇ですってやってないと、許可をしてないから、先にメッセージちょうだい。小手半教えてくんないと、誰が誰だかわかんないから、
LINE 登録したい人は俺にメッセージ先にください。みこさんこんばんは。新宿で文章売ってるのか。売ってる売ってる、ペットショップに。いや配信毎日やってるけど俺配信毎日やってるよ。こんばんはフリップくん。昨日だって慎吾さんとコラボしたばっかりだけど、ツイッターにだいたい情報あげてるかな、配信してないときは。飯食ってるよとか買い物してるよとか。みんな見た？関慎吾のさ心霊写真見た？心霊動画見た人？昨日コラボしたらリスナーさんから今日連絡来たんだよ、心霊写真でしたよって。見る？やばい、怖いよ。逮捕されかけたんだ。俺じゃなくて逮捕されかけたのは慎吾さんだけど。見た？見てない？見る？怖いよ。怖くて大丈夫？行くよ。じゃ出すよ。昨日の配信のタイムシフトの3っていうタイトルなんだけど、あ、フリップくんじゃあ消してて、1分後消すから、1分後に来て。行くよ。映すよ。5、4、3、2、1、0。はい。やばくない？これ。これやばくない？どう思う？これふわっちの3番、関慎吾さんとコラボだけど、やばくない？これ。これリスナーさんから、いやもう、やばいっすよって。やばいっしょ、これ。やばいっしょ。いや、反射じゃないんだよ。これ動画で、俺が携帯でキャプっただけなの。やばいよね、これは。あ、猫助いらっしゃい。いつもありがとう。これは綺麗な心霊写真だよね。もろ写ってるよね。で、これ動画で、しかもこの絵が出てくる前に PTPT するんだよ。うん。LINE にメッセージ、OKOK、許可するね。で、しかも、これ、なんか、リアトツ相手に顔がそっくりなんだって。そう、めっちゃ笑ってんの。うん、そう、カオタンの生きるよって言われてんだよね。うん。やばいよね、ここまではっきり映ると。見ちゃった？笑わない？ここまではっきり映ってると。ねえ、なんか後頭部にも映ってますよっていう風なのがさっき来た。こっち側だけじゃなくて、後部座席のフロントにも映ってるとか言ってた。フリップ君見ちゃった？大丈夫？もうここまではっきり映ってると笑うよな。さすがに。うん。やば。うん。やばいよな、これは。笑うよね。さすがに引いたもん、俺も。これは怖いよ、と思って。後ろに3人いる？嘘？え？どこどこ？後ろにも映ってる？え、マジで言ってる？俺、霊感ないからわかんないんだけど、ちょっと待って、見てみようか。これはもう、怖っ。これはもう 100% じゃん。これもうどっからどう見ても女の顔じゃん。歯、口、鼻。だから目がボケてるけど、ロアコさんはまだ気づいてないけど、これリツイートされまくってるから、ツイッターに写真上げてるからリツイートして。多分心霊配信者が食いつくでしょ。後ろどこ？後ろどこ？え、後ろどこ？後ろわかんねえな。後ろはわかんないけど、これはやばいよね。こんなにはっきり映るんだっていう。やば。証拠やん。で、もう、慎吾さん、ガン見してるからね。あ、これはマジでやばいよな。昼間で車の移動中。タイムシフト確認してみる？じゃあタイムシフトで見てみようか。リアルタイムで見てみようか、せっかくだから。ちょっと待って、自分のタイムシフト見てみよう。
嘘、映ってる。ドアのところに上向き一人、下向き。じゃ、ちょっと怖い人、映すよ、キャプるよ。ちょっと待って。怖い人、切ってよ。知らないよ。心臓止まっても。やば。ちょっと待ってね。でも連絡が来てるってことはなんか、悪くないような気はするんだけど、純粋に来ないでくれってことなんてないですか？彼氏と会うって言って、絶対彼氏と会うのにそうですけど。じゃあ行くよ。ちょっと飛ばすよ。いや、まあ、慎吾さんの予想だと彼氏。行くよ。ちょっと待ってね。30秒前から行くよ。30秒前から。いや、なんかね、ロハコさんが言うには、和道さんの配信、こういうのめちゃくちゃ多いですよって、昔から言われてんのよ。なんか、予期せぬ、なんつうんだろう、こういうの多いんだよね。ここ、行くよ。PTPT になるのよ、急に。タイミングで、慎吾さんの方難しい見ですてて。よね、すれ違いだから、2分10秒。だって、ね、見てて正よ。直、まあ、アクエリオンの時に、付き合っちゃうこともできたわけじゃないですか、ほぼ100%。で、ポタポタになるんだよ、急に。多分、働いてたら、僕がほ働ら。いて部屋一緒に借りてたら多分。で、ここの窓ガラスじゃあ、働に。いて部屋借りちゃえばいいんじゃないですか。いやー、無理だと思いますよ、でも。この辺から急に来るから。働きたくはないんですか。まあ、そうっすね。この辺かな。配信やりたいっていうのもあるし。あ、来た来た来た、怖い怖い怖い。映ってたね。でも何なんだろう。うん、映ってる映ってる。怖い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 。怖い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 。わ、マジじゃん。がっつり映ってたね。よく気づくよな、リスナーさんも。やばいね。ちょっとアップでやってみようか。よく気づくよな。ちょっとアップでいくよ。このくらいでいい？怖っ。で、なんか後部座席にもいますよっていうメッセージも結構あるんだよね。もう一回行こうか。行くよ。10秒前から行きます。ああ、リッキーありがとね。また来てね。じゃあもう働いて部屋借りちゃえばいいんじゃないですか。いやー、無理だと思いますよ。でも、今更多分、正直。なんか無理な気がする。働きたくはないんですか。まあ、そうっすね。配信やりたいってのもあるし。うわ、怖い怖い怖い。うわ、怖い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 。でも、怖い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 。マジか。一瞬だけね、よく気づくよな、リスナーさん、これ。すげえな、なんで気づくんだろう。待って、もっと見やすくするか。これくらいだと多分もっと見やすいから。怖いよね。これくらいにしようか。いくよ。ヒゲ、助手席にいるのは俺です。やばいっしょ？やばいっしょ、これ。俺、だってもう鳥肌立ったもん。あんまり何回も見ない方がいいのか。これ最後にしようか。これ最後にします。まだ別れて本当にまだ間もないでしょ。うん。まあ、いそろいうっろすそうね。言っても何も返ってこなくはて、そんな嘘つくなよって言って、い。はい。絶対嘘じゃん。でも、そんだけ嘘ついてまで、俺と離れたいのかなと思いましたけど。まあ、それは絶対そうですよね。それで、なんだろう、本当にいるとかなんて言ってこないし。第一、なんだろう、2時間前ぐちらいょっと待って、止めるから、最後ね、これ。言ってましたから。はい。まあ、その間接的に。まだ30秒前。鳥肌やばいっしょ？俺も、ね、嘘だろって、またふかしだろって、リスナーさんのって思ったの。タイミングで、ね、相手難しいっすよね、すれ違いだから、本当に。だから、しかも峠だっなんだよ、て、こね、正直、だから事故現場かなんアか、クエリオンの時に、これ最後にす付きる。合っちゃうこともできたわけじゃないでこすれ最か、後にすほぼる。100%。いや、多分、働いてたら、僕が働いて部この屋辺一から緒に急借りにてプたツら、プツになって。じゃあもう働いて部屋借りちゃえばいいんじゃないですか。いやー、無理だと思いますよ。でも、今更多分、正直。なんか、無理な気がする。働きたくはないんですか。まあ、そうっすね。まあ、配信やりたいってのもある。ほら。がっつり。がっつり。がっつりですよ、皆さん。がっつりっすよ。がっつり。
がっつりですよ。そうっすね。うん。がっつりでしょ。うん。こんなにがっつりなくない?普通に考えて。そうっすね。まあ、配信やりたいってのもあるし。やばいよね、これ。これやばいよね。笑うわ、こんなの。パーみたいな声入ってる?まあまあまあ、これくらいにしよう。あんまり良くないらしいから。例の話は。まあ、もし興味ある人は見てください。動画。タイムシフト。やめときましょう。怖いの苦手な人もいるから。うん。いやー、なんだろうね。俺は霊感ないからよくわかんないんだけど、よく映るんだよ。うん。うん。嘘、その前から洋服みたいなのも見えてる?マジか。何なんだろうね。やめとこ。はい、ではそろそろ1時間経つのでアイテムタイムにしたいと思います。初見さんでまだまだフォローがまだの人はぜひフォローしてください。放送1時間見て面白いなと思った人は、風船1個でも構いませんのでアイテムよろしくお願いします。それでは行きます。アイテムタイムです。アイテムタイムスタート。金縛りはないかな。金縛りとかはない。バーガー3個ありがとう。猫助ありがとう。いつもありがとうね。アイテムありがとうございます。黒ウーロン茶ありがとう。五郎さん風船10個ありがとう。匿名さん黒ウーロン茶ありがとう。本当お気持ちだけで構いませんので。縄跳びありがとうございます。アイテム縄跳びありがとう。ハッピーハッピーケーキありがとう。ありがとうございます。 Twitter、Facebook、YouTube、すべてお前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。